もうね、ずいぶん前になるよ。20年以上前になるかな。はい。大手のこう、私鉄沿線沿いのね、その駅の近くのあるビルに住んでた。で、そこへこう、引っ越した時にね、はい。ふっとこう、気がついたことがあったの。はい。そこの建物の前にはね、こう、6メーター幅の道路の一方通行で、緩やかな下りがずーっとついてんだよ。ね。で、駅の方からずーっと一方通行で、こう、ずーっとこう、下ってくる道なんだけどさ、はい。そこの、その道沿いにうちのこうビルがあったんだな。で、そこの8階に住んでたの。引っ越しをしてる最中に、ふっと気づいたの。そのビルの下に、その、住民用のこう駐車場が、ちょこちょこっと、まあ、10台ぐらいかな、置けるような駐車場があるんだけどもさ、その駐車場の向こう側に6メーター道路があるでしょ？と、その向こう側に、道端に立ってる電柱があるんだよ。ビューンと。ね、普通のコンクリートの電柱で。そんな狭い道なのに、その電柱の根元のところにいっぱい幼いもんがしたのさ。ね。なんかこう、飲み物だったりとか、お菓子だったり、もう花だったりするわけなんだけど。俺、ふっとこう見たときに、ああ、もしかしたらこれ子供かなんかがね、こんなところで引かれてなくなっちゃったんだろうか、と思ったわけだよ。だけど、誰もスピードなんか出して通らないやつなところ。でしょ。なんでまあたまたま飛び出しちゃったのかな。あれ違うなと思ったの。なんでかって言うとね、酒が入ってんだよ、そこに。酎ハイだとかさ、ああ、子供じゃないっすビールね、が、じゃあね。置いてあるんだよ。あれ違う違う違う、これ大人だと思ってたの。だけど、ああ、あんまり、深く考えない方がいいだろうなと思ってたからね。で、俺、引っ越しが終わって何日かした頃に、この仲間内が集まってくれて、で、なんか、引っ越し祝い行ったって別に本当にお祝いしてくれるわけじゃなくて、ただそれを口実に飲みたいだけの連中がいっぱいいるから、で、そいつらがわっと集まってくれて、それで、まあ、車乗ってる奴らがほとんどだったからね、まあ、あんまり、酒もやらないで、お茶飲んで、お菓子食べてっていう感じでもって、わっとこう、話盛り上がってたんだよ。で、あ、いけない、こんな時間だって言って一人が言う、こう、帰るっていう。この時計見てみたらもう2時なんだよね。おー、うわ、びっくりした。気づかなかった。こんな時間になってな。って、じゃあ俺も帰る、俺も帰るって言って、みんながバーッと立ち上がったわけ。下まで送ってくわって言って。で、エレベーター乗って1階まで降りていったよ。そしたら、もう終電も終わっちゃってるし、周りの、なんかこの、店屋さん連中ももちろん閉まってるから、閑散としてるわけだ。で、とに濡れる感じのね、嫌な雨が降ってるんだよね。で、そのビルの真下にはもう車は、住民以外の車は置けないので、その彼らの車っていうのは、ちょっとこう坂を下っていったところにある、右側にあった、なんかちょっと施設の駐車場にこう入れたんだよ。で、そこへこう取りに行った、車を。じゃあ、ありがとうねって言って、お、またねって、また来るわ、帰ってった。で、その後ろ姿を見送って、俺も自分の部屋に戻ろうと思って、こう坂を上がってきた。そこすると、例のその電柱が左側にあるじゃん。ね。なんか、本当濡れちゃうな、この雨な、と思いながら、ひょいっとその電柱を見たときに、見た瞬間にその電柱の向こう側に、ふっと誰かが隠れ込んだからさ。ね。電柱ったって、こんなにあるわけじゃないよ、太さ。こんなもんだよ、あったって。ね。その向こうに隠れられる影なんてのはさ、普通は大人じゃないわけでしょ。だけど、間違いなくそこに、ひょいっと入った感じがあったわけだよ。だから俺、おっかなびっくりなんだけど、こう歩いながら、こう向こう側へ向こう側へ向こう側へこう覗き込んだ、向こう電柱。もちろん、向こうに人なんて隠れるスペースがないんだよ。ね。なんか、まあ、気のせいだったのかなと。ね、稲川さん理由に言うと目のせいだったのかなと思ったのが、しながら、こう、そこをずっとこう歩いてきて、で、そのビルの入り口があるんだ。で、ガラスのドアを手で引いて中へ入ると、そうだな、畳4畳ぐらいの狭いこう、エントランスとは言えないようなスペースがあって、そこはこう、エレベーターが1機あるんだよね。で、それに乗ろうと思って、たった今俺がその友達連中帰るって友達連中送ってきたばっかでしょ。なのに、どっか行っちゃってんだよ、エレベーターが。ね、こんな時間なのに。なんだ、誰か帰ってきたやつがいるんだろうなと思って、上のボタンをポンと押したら、パパッパッパッと真ん中で電気ついたわけ。え、
なんでよって。これ、省エネかなんかで、その長いこと使ってないと電池が消えちゃうっていうシステムはわかるけども、うん、こんなその2分とか3分で消えるような仕組みなわけ、これって。ね、なんだこれおかしなことになってんなと思いながら、まあ、エレベーターに乗り込んで、8階のボタンを押して、普通、自分が行く階のボタンを後ろでどうすやつっていないじゃない？いないですね。ね、はい、だから乗り込んできたら、そっちへ向いて、ポンとボタンを押して、ほっと前を向いたんだよ。うん、ガーッとドアが閉まっていくよね。うん、ここに2つ、こう、金網入りのこう窓があるじゃない？そのドアのところによくさ、はい、ね、はい。それ越しに何気なく俺が、スッと視線をまっすぐ向けたら、うん、今俺が外から入っこう帰ってきた時に開けたガラス扉のところに、びっとり張り付くように男がいるんだよ。おー。ね、こうやって見てるわけ。で、おーって驚いたんだよ、俺ね。で、はい、その時に瞬間的にパッと、こっちも動き出すとこだったから、瞬間的にその男の様子ってのが見える。うん、まだ若い男だ、20代前半ぐらいの若い男で、ちょっと髪の毛ちょっとこう長い感じに、うん、でね、こっちちょっと伸ばしてて、灰色っぽい感じの上下の作業着着てた。それが見えた。うんうん、で、なんだこの野郎と思って、怖、うん、っ。おびっびっくりしたなと思ったんだよな、うん、で俺ずっとこう上がって2,3,4,5,6と上がってって8階まで着いた時にエレベーターから降りて外廊下だからね、はい、降りてすぐに前こう見えるわけだ、興奮すると、うん、下がね、うんうん、覗き込んだよ、うん、誰もいないんだよな、うん、そこにね、うん、まあ確かにその1階から8階まで上がってくるまで時間があるから、うん、その間にパッと逃げちゃったのか隠れちゃったのかなっていうこともありえるけども、うん、それにしてもなんだ気持ち悪い野郎だなっていうことがあったわけ俺ね、うん、そんなことがあった、うん、それでね、それから何ヶ月もして半年ぐらい過ぎた頃だったかなと思うんだけども、はい、そこのその大家さんっていうのが一つ上の9階に住んでて、うん、でその大家の息子っていうのがいたんだよ、うん、でその息子っていうのが中村さん中村さんってすごい懐いてくる男の子で、うんうん、当時は高校生だったのかな。で18になったら車なんかいいやつ世話してくださいよってそんなこと言ってる男の子だったんだよ、うん、でその男の子がうちへたまにこう遊びに来るようになって、で中村さんなんかあの怖い話教えてくださいよって言ってきたから、まあ今までいろんな話を聞かせてやってたんだよな、うん、そしたらすごいリアクションが面白いわけ。あーいいですね。ね、うんうん、例えばこう話をしていながらさ、はい、でその彼のその肩口のあたりをね、うん、でやったりするだけで、うんうん、あーって、うん、これがマジなんだよ。ああもう美味しすぎるよこいつ。可愛いやつですね。いいわこのリアクションと思って、うんうんうん、でその話いくつかこう立て続けにしたんだよな、うん、そしたらね、いやーやばい、おっかないです、今日朝まで行っていいですかとか、そこで寝てけよって言って最後に、うん、中村さんなんか この辺 あの地元の話ってなんか知らないんですかって、地元の話なんかも、ああそうだそう言われればねって言って、うん、俺がその引っ越してきて間もない頃のその例の夜中のねその話を聞かせたんだよ、はい、うんうん、でも例のその話ってさ、うん、正直言うけど、まあ、そんな言い方すると語弊があるかもわかんない、俺がそういう言い方しちゃいけないのかもしれないけど、怖さレベル的に言うと大したことないじゃない、うん、あまあまあまあ、ね、まあまあ、うん、怖さのレベルを10段階にしたとすると、うん、いいとこ行ってたって2とか、うん、3行ってるかどうかっていう話でしょ、うん、男が覗いてたよっていう、うん、うん、そうですもんね、ね、うん、なのにすんごいちょっとこう今までにないような、うん、妙な反応を見せたんだよ。妙な、うん、うん。もうね、今までみたいにこう楽しんでこうワクワクしながら聞いてるって感じじゃなくて、うん、真顔でって聞いてるんだよな。うん。うん、でそのことあったんだよなって、まあ別に怖くもね話だけどさってこう言ったら、うん、いや中村さん、なんかこんなこと言うとあれですけど、なんか人が悪いですね。ってこういうわけ、人が悪い、お、そうだよ人が悪いんだよ俺はってなんでそんなこと言うわけって言ったら、うんうん、だってそんなことやっぱりそんな面白おかしく言うもんじゃないと思いますよ、いやちょっと待て急に面白おかしくは言ってなんだお前今になってお前は何なんだお前どうしたんだ
って言ったら、はい、え、でも中村さん本当に何も今知らないで今その話しましたと、いや知らないからお前に聞いてんだよ、うん、お前ここの生まれでここの育ちなわけでしょって、うんうん、俺は逆に聞きたいんだよ、なんでその前にあの花束があるんだって、うんうん、あ何って言ったわけ、うんうん、本当に知らないんだって、だったらちょっと教えますねって言って教えてくれたんだよ。ああああ、そのビルの1階にコンビニがあった、ちっちゃいコンビニ、はい、うん、山崎かなんかのねコンビニがあったんだよ、うん、そこのオーナーっていうのがどうも自分のおじさんらしいんだよ、自分の親父の弟かなんかで、うん、いつもそのツケでなんかその食べ物買ったりとかジュース飲んだりとかっていうことをしてたらしいんだよな、うん、学校から帰って学校行く時だったかな、うん、たまたまそのコンビニにいて自分が商品、じゃあおじさんこれとこれ上につけといてねと、分かったよって言って店を出たんだと、うん、その時にちょうどその建物があるじゃね、はい、建物のその前にある6メーター道路を渡ったところに、隔週の何曜日かに瓶缶危険物とかってその回収に来る、うんうん、で普通のその一般の燃えるゴミは市のあの車が回収に来るんだけども、うん、そういうそのリサイクル品っていうのは市の委託業者が取ってくるわけなんだよね、うんうんうん、だたまたまそれがその時に自分が一歩そのコンビニから出た時にトラックがバーッと来たんだけども、うん、いつも止まるところじゃなくてスーッと行き過ぎちゃったんですよってわけ、何メーターがね、そしたらそのトラックの荷台に要はそのゴミをいろんなところからこう回収するわけでちょこちょこと止まらなくちゃいけないもんだから、うん、トラックの荷台に男性が一人乗ってたんだと、うんうんうん、でそのトラック自体も横のこう枠をね金網かなんかでもってガーッと高くしてあって、それでその瓶だとかペットボトルなんかをこう山盛りこう積んだって何とにもならないわけじゃない、はい、だからそういうのをこう積むために横のこう枠を高くしてあったんですよ、うん、こぼれないようにね、うん、でそこにこう捕まったまんま、普通であればそこに着いたらポンと飛び降りて、うん、ゴミをガサッとこう乗せて、うん、でオーライって言うとまた次のところへ行くわけじゃない、うん、そのために乗ってたその若い男の子が、うん、後ろにこう枠のところにこうやって捕まりながら、あ、行き過ぎバックバックバックって言って、うん、そのオーライ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 ってこう見てたんだと、うん、その後ろをね、うん、そしたら自分がその彼がね見てる目の前で、うん、その荷台にしがみついてる男の子のこみかみに電柱のこの上がっていくためのこういうこんな長いバーンってこんな六角の頭がついてるステップがあるじゃない、こうはめたるじゃない、はいはい、それの一本がバザッザカ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 って触っちゃったらしい、うわ、それがそのトラックの金網のこの柱の部分と電柱のそのちょうど足掛けの部分にこうちょうどこう挟まっちゃった、こうガリガリって、うーわ、でそれをその彼がその見てしまったと、でもう今自分が持ってたものをバタッと落として、うわーって言ってさすがにその彼もわーっと近づいていって見たんだけども、その途端にその驚いたその運転手がちょっと前に出たらしいんだよ、そのトラックでも、うわーっと挟んじゃったって前に出たと、そしたらなんとそのこめかみに刺さったまんまでもってこうぶら下がってたって言うんだよな、こう敬礼しながら、うわえらいことだって言うと、俺こっから先がね俺すげえ話だなと思うんだけども、えらいことだって言うんで、とにかくその荷台に乗せろって言って、後のおっさん2人でその男の子のその刺さった頭をゾゾゾッと抜いたんだってわけ、うわ何してんのマジか、うん、そしたらもうこっからもうこんな太さでもってブワーって噴水みたいに血が出てきちゃって、もうでも荷台がもうみるみるその血の海になっちゃったんですよねと、それを俺まともに見ちゃったんですよって、いやでそのさっき中村さんが灰色の作業服って言ったじゃないですかって、うんうん、彼はその灰色の作業服なんですよ、うわもううわ確定なのか、それでその男の子ってのは実は僕も知ってるやつでって、えどういうことたまたまって言ったら、いやたまたまは何もないんですよ中村さん、この上から見たら分かるんですけど、このビルの横にある細い道を一本挟んで、うん、すぐその角にそこに平屋がありますよねってわけ、うん、ね、そこの息子なんですよって、ええー、だからほぼ自分が住んでる家のすぐ
目と鼻の先で亡くなってるわけ、事故になって。うーわー、本当に俺そんな噂も何にも知らないで、何があったかも知らなかったからね俺は、うん、そんなことなんです、ひょんな。いやー、だからもう何年になるかね、もう随分前になるよね、20年じゃないな、もっとなるな、25年以上になるかな、うん、いやちょっと生々しすぎて、いやーこれすごいな、うん、びっくりしたよ本当に。うわー、だ今はもうそこが道路拡張になっちゃったからね、そのもともとはそのビルの用のその駐車場だったところも全部道路になっちゃったんで、うん、だからもう今交互通行になってるんだけど電柱はあるね。ああ、うん、電柱は。俺がね小学校の2年生の時、東京の渋谷に住んでた時なんだけども、うん、はい、うちの近くにね、まあ前から何回も言ってる通り、割とその裏の方にこう長屋があったりとかってしたんだけど、その長屋以外にも、うん、もう当時の我々 の、 その子供たちの目から見てもこう古い家だなと思うような木造家屋っていうのがいっぱい占めてたんだよ。うん、でその中の一つにこう焼き板塀でね、わかるでしょ、 はい、黒くね焼いたこう焼き板塀でぐるりをこうぐーっと囲んでるある一軒の家があって、そこにね真っ白の髪をこう後ろでこう束ねてる、うん、一人のこう本当にこう物静かなばあちゃんがいたの。うん、うん、そのばあちゃんがねよくこう子供たちが遊んでるところへこう見てたりとか、うん、こうするばあちゃんなんだけどね、はい、でそのばあちゃんがねある日ね、はい、俺たちがその道端でもってみんなとめんこでこう遊んでたんだよな、うん、そしたら「あんたたちあんたたちってお腹すいたんじゃないの?」ってこう声かけてきたわけよ。だから「うん、お腹すいてるよ」って言ったら、うん、芋が老けたからおいでってこう言うわけ、うん、ね、うん、そうそう、ね、芋を老かしてくれたっていうわけよ、うんうん、で芋と思ったの俺、うん、芋を老かしてもらう、それってもしかしてあれじゃない、口の中の水分がなくなるあれじゃない。そうですね、何回も言うんだけども、俺はね口の中の水分を奪われる系っていうのが子供の頃からダメ で、うん、で焼き芋なんかもう傍らに牛乳がないと食べられない、あ、女の人って好きだよねそういうの、ホクホク系とかさ、うん、あホクホクしてて、ホクホクしてるからダメなんじゃんって。なるほどね、そうだよ、いや僕も確かに水分がないときついですでしょ、はい、だよ、うん、絶対男ってそうあるべきだと俺は思う、うん、どういう価値観なんですかそれ。そうあるべき、うん、でその時にそのふかしてくれた芋っていうのはそのさつまいもをさ、うん、斜めにこうドンドンドンと切って、うん、それをこう、まあ、今でいうとこのせいろだよな、はいはいはい、かなんかでもとかふかしてあるんでしょ、うん、あっちいんだよ、うん、ね、うん、ふかしたてですね、あっちいこれっていうのをさ、うん、その皮むいて食べたりする、はい、皮なんかむいちゃダメだよ、皮ごと食べるんだよ、うん、芋はって言われて、うんうん、食べる、うわで口の中がプッってなる、分かるでしょ見てる人たち、うんうん、ね、うんうん、もう水分ないっすよね、うん、もうね、うんうん、でうわもうダメと思ってポンと置いて、うん、色があるからねその井戸端へ行ってさ、こうちょっと水をこうやってゴー飲もうと思って井戸端へ走っていったんだよ、うん、でこうジャッコンジャッコンジャッコンと井戸水の俺上げ方はもう知ってたからね、うんうんうん、でこう上げてさ、でこう水口に含んでたんだよ、はい、そしたらねどっからかね、その自分の後ろだよ、うん、どっからかねカサ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 っていう、なんか本当にその小さなものがチャチャって走り回る音が聞こえたんですよ。で俺、うん、びっくりしてこう振り向いたんだよ。そしたらそこの家のそのばあちゃんのね家のね、ごめんね、うん、俺これなんでばあちゃんばあちゃんって言うかって名前がね思い出せないんだよな、うん、どうしてもな、うん、この間からねあれなんだけど、うんうん、それでねそこの家の縁の下っていうのがあるんだけど、そのみんな今子供たちが縁側にこう呼ばれて芋をさこういただいてるじゃない、はい、その縁側のまあ下も含めてなんだけども、うん、
そこの家のこう縁の下っていうのかな、はい、縁の下の部分っていうのはね、今のその普通にある現代風の一軒家とは違って、うん、こう基礎の部分がコンクリートがガーッとあるわけじゃない、コンクリートなんか使われてないわけだからね、うん、本当その木造の住宅なわけだから、はい、その縁の下にその猫やなんかが入っていかないようにっていうとこう木のこう格子がこう縦にこうずっとこう打ってあるんだな、うんうんうん、でその何本かがこう歯抜けになってて、うん、そこからその、ね、猫なんかでもまあ入れるぐらいの隙間が空いてたんだよ、でそこにね、はい、何かがひょこっとこう姿を現したわけ、そのちょうど歯抜けになってる部分、はい、でえなんだと思って、はい、こう近づいてってこう人をこう覗き込んだんだよ、はい、そこにねいたものっていうのはね、はい、ちょっと想像当時のその中村少年には、うん、とてもじゃないけどその想像だにできないようなものがそこにいたんだよ、うん、まるで、うん、羽織袴をこう身にまとったようなネズミ、うん、羽織袴のネズミ、うん、大きいんだよ、30センチ近くあるから、そんなのがこう立ってネズミ独特の口をこう動かすとヒゲがこうチクチクチクって動くじゃないかって、はい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 、ね、でそんな感じでこうグッとこっちをこう見てんだよ、うん、で何回もこう目こすってさ、うん、え何これと思ったわけ、そしたらそこにばあちゃんがいつの間にかそこにこう来てて、うん、で、ああそれは鉄ネズミだっていうわけ、鉄ネズミ、鉄そうだよ、うんうんうん、ええ、うん、何を、え、ガソリンスタンド、え、そうですねすいませんでしたで、昔ねその私が京都の古いお寺に泊めてもらったことがあって、どうもその時からついてきたみたいなんだけどね、何も悪さしないよっていう、うん、俺ねその時にねどういうふうに思ったかって言ってね、うん、そうか、うん、これはそのばあちゃんが飼ってるんだと、ネズミを、あでその飼ってるネズミに、うん、まるでその犬に服を着せるみたいに、うん、何かをその着せてるんだなって、あなるほど、そういうふうに思ったわけ、あなんだと思ったわけよ、あところがね、うん、そのばあちゃんって実は子供たちにはすごく受けが良かったし、俺もあの決して嫌いではなかったばあちゃんなのに、うん、近所の大人たちはすごくね変人扱いしてたの、うん、あそうなんですね、そうなのそうなの、だからその名前がね、ごめんなさいね、今一つちょっと思い出せないんだな、その名前がな、はっきりよな、うんうん、何々さんとこ行くんじゃないよ、近寄るんじゃないよとかね、うんうん、でよくそう言われたもんなんだよ、買ってんなあそこのばあさんはなって、そんなような噂をしてる八百屋さんの店先でのその話を聞いたこともあったし、はそうだけどその子供たちにはいつもこう優しくこう接してくれるんだね、なんかこう純露みたいなのをこうくれたりとかさ、分かる、純露、雨ですか、そう雨、甘露飴みたいなのをくれたりとかさ、うんうんうん、時にはジンタンをくれたりとかさ、うんうん、いらない、おじいちゃんおばあちゃん大好きですもんね、そうですね、うんうん、そうなんだよ、それでそんなことがあったんだ、うん、その直後だよね、うん、俺ねすごく不思議な夢を見たの、うんうんうん、こうね自分の目の前に、まるでこう本当にこう雲がふわ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 っとこうしてるの、霧じゃないんだよな、こう下の方にこうあるのでこう雲のような感じなんだけどさ、うん、そこにブワーっとこう光がブワーっとこう湧いてきたと思ったら、そこにポンとこう現れたのがあのばあちゃんなわけさ、うん、にっこにこ笑ってるわけで、あればあちゃんだと思ったら、またもう一つ光がポンと出て、それがブーっと大きくなったと思ったら、あのネズミなんだよ、うん、ね、うん、その頃は俺あの羽織袴なんて言葉は知らないんだよ、うん、だけど、うん、今に思えばね、その羽織袴をこう身につけてるさ、ネズミがポンと出てきたと思ったら、それがムク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 っと大きくなって、うん、そのままポンとお坊さんになったの。お坊さんになったそのネズミを見て、ばあちゃんが子供みたいにキャッキャッて喜んでんだよ、手叩いて、ね、もう本当にこう小踊りしてさ、こう喜んでるわけ、うん、で2人でこう
手を取り合ってたのか、それともただ寄り添ってなのか分かんないけども、うん、スーッと光の方へこう消えていっちゃうって夢を見たんだよ俺、うんうんうん、で、こう目が覚めて、なんだ不思議な夢だった、なんだろう、そうか、あのばあちゃんからあんな話を聞いたからなんだなって、京都へ行って京都のお寺で坊さんでネズミでばあちゃんの姿っていう、あ変な夢だったなと思ったわけ、うんうん、その日ね学校から帰ってきて、そしたらにわかにこう町内が騒がしいわけさ、ね、なんだろうと思って、ほんでそのばあちゃんの家の方がやたらとこうワイワイとしてるから、ね、俺こう行ってみたわけさ、そしたらちょうどそこにいたのが畳屋の大将で、うん、で、まあまあまあ、来い来い来い、ちょっと来いって言われて、うん、で、どうしたのおじさん、どうしたのって言ったら、お、あのな、お前んち母さん今日いるかって言うから、お、今いるよって言ったら、だったらな、あの、ちょっとお手伝い頼むって、ちょっとお母さん呼んでくれって、うん、このばあちゃん亡くなったから、だからちょっとお手伝い頼むって言えるか行けるかって言うから、おうおうおお、俺、ばあちゃんの家に入ったことなかった。うん、絶対に子供たち、その縁側から中に入れないわけ。あ、そうなんですね。で、縁側の向こうに廊下があるんだけど、廊下の向こうの障子はいつもピャッと閉まってるわけよ。だから家の中が見えない状態だったわけ。うんうんうん、だけど、その時ばかりは、うん、大人の人たちが出たり入ったりしてるもんだから、俺、亡くなったばあちゃんの顔がなんか見たくて、うん、それで俺、その、お袋呼んでこいって言われたのに、うん、うん、分かったって言っていながら、うん、その畳屋の大将の後を追って一緒に家の中入ってったんだよ。ああ、うん、そうしたらさ、うん、家の中の壁中に半紙が貼ってあるんだよな、はあ、半紙が、半紙、はい、その半紙に手書きでネズミの絵が描いてあるわけ、うん、わあ、うん、でそれもほとんどがその紙紐をつけてるようなネズミがいたりとか、うんうん、ちょんまげをつけてるようなそのネズミがいたりとか、もうまるっきりだからそのテッソっていうね、うん、それがそのうわーってものすごい量なんだよ、うん、で俺がうわーって見てたわけ、うん、そしたらその畳の大将が、マブ何やってんだお前、傘呼んでこい早く、そんなもん見るな、こんなもの書いてお前だからって変人だ変人でって言われないよ周りから、呼んでこい早く、分かったなって言われたわけだ、はい、うん、そしたらそのだけど俺そこに貼られてる絵と、うん、それからそこへこう顔へ布をかけられてね、横になってる横たわってるそのばあちゃんとのその今の言葉で言うところ そのシュールな感じ、うんうん、絵面でしょ、うん、そうですね、で、うん、それがなんかすごくそのショッキングで俺の中では、うんうんうん、すごいインパクトです、ね、うん、でそれでもこう言われてもまだこう部屋の中をこう見回してたんだよな、うんうん、そしたらその畳屋の大将がね、うん、あったこんなものお前よくももう書くもんだ、なんだこのネズミばっかり変なネズミ書きやがってって言ってビリ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 って剥がし始めたんですよ、だからおじさんやめてやめてやめてって言ったわけ、うんうん、だからなんだって言われ、いやそんなことしないであげてよって、いるんだからこのネズミって俺確かそんなこと言ったんですよ、うん、何言ってんだお前早く母さん呼びってこいって言われて、うん、だけど俺その時に確かねその自分の記憶の中ではなんかその一緒にそれをばあちゃんはねその絵をなんかその一緒に棺桶の中にその入れて欲しがってる的なことをその思ったんだよな俺それを、うん、それでひらひらっと落ちた一枚を俺ひゅっと取ってこう見たらそれが墨でこうね筆で描いた絵だったんだけど、俺がその縁の下で見た時のその感じなんだよな、一枚取った一枚が、だから俺スッとそれをこう持って出たわけで、何枚かに折って、であるその自分が持ってた何かのクッキーかなんかその小箱の中にこう忍ばしといたんだよ、このように。それからしばらくして今度はその渋谷から北区の田端にこう引っ越すことになったでしょ、はい、でその時にあんたね見てごらん、こう机の周りいろんなものいらないものいっぱいあるでしょうよって、せっかく引っ越しでもってね、うん、新たな生活になるんだからこの際だからもういるものいらないもの全部分けなさいよって言われたわけ、うんうん、で一生懸命こうだって全部いるんだよって、うん、いるんだからこれはと思いながらねでいるものいらないものじゃなくているものいるものいるもので全部箱にこう詰めてたんだよ、確認ですね、確認でそしその小箱が出てきたわけだ、うんうんうん、あこの小箱、そういえばあのこのネズミの絵っ
と思ってもう一回見ようと思ってパカッと開けたらね、うん、これ未だに忘れないけどね、うん、確か俺四つ折りをさらにこう半分に多分折ったと思うんだよな、紙を、うん、それがその箱の中にストーンと、それだけストーンと入ってるじゃない、うん、缶だったよね、はい、ほっと開けたらさ、そのまんまの形でまるでこう指でこう押すとサク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 って崩れていくように、うん、そのまんまの形で炭になってた。ほう、うん、ほう、炭というか要はその燃えた状態で真っ黒になった、そのまんまの形でだよ。ああ、うん、だからその子供ながらに、あ、うん、これはおそらくその時にね、俺子供ながらに思ったのね、うん、おそらくアントニのその部屋に貼られてあったそのネズミの絵は、うん、ばあちゃんと多分一緒にしてもらえなかったんだって、うん、あ、だから多分そのばあちゃんがね天国に行く時に、うん、俺が唯一その持ち出したこの絵を一緒に持ってったんじゃないのかなって、うん、なるほど、うん、そんなことをね、うん、考えたのを覚えてるね、自分でね。2003年あたりの話だったと思う、16、7年前、うんうん、思うんだけども、当時はある、公式のレース団体がありましてね、そのレース団体の MC を任されておりました。本当いろいろされてますよね。いろいろやってんだよ、ね、そうだよ。この間 DJ の話出ましたし、 DJ の話ね、うん、出たね、うん、また沖縄でやろうかなと思ってな。ああ、ね、いいですね、うん、ぜひ行きたい、うんうん、でね、その、うん、まあ、公式のレースなんだよ、ちゃんとその、まあ、団体としてあるわけだからね、うん、でその MC を任せられたからには自分でこうやっぱり見守りたい部分っていうのがどうしてもあるわけだよ。見守りたい、うん、それは何かっていうとね、うん、例えば、本部席であるとかね、その MC をやるための例えばそのマイクのセッティングであるとかさ、はい、そういったことのしつらえをちゃんと見届けたい部分、ああ、うん、なるほど、そう、はい、それからいろんなことをそのスタッフと一緒に共有したいので、うん、やっぱりその手伝えるところはその手伝ってっていう感じでこう進めてたわけですよ、うん、で本当は、そのレースの本ちゃん自体っていうのは僕がそこへ到着した次の日の朝一からだったので、はい、だから本当は他の人たちであるとかまたそのエントラントっていうのは次の日のもう夜中に出てくる感じだったんだけども、うんうん、まあその前乗りしてっていうふうにこう考えてたからね、前の日に入ったわけですよ、はい、夕方になってある程度の失礼がバーッと終わって、あ、ファンキーさんすいませんでした、ありがとうございましたってそのスタッフの人たちに言われた時に、はい、あれ、そういえばいつもだったらあのファンキーさん今日泊まりはどこどこのホテルでお願いしますっていう打診が来るんだけど、うん、あれ今回来てねえなと思ったわけ、うん、どうするんだろうと、まあ、この施設の中にもね、敷地の中にもホテルはあるんだけども、うん、そこでいいんだろうかと、もういやちょっと確認しようと思ってる矢先に、うん、おいファンキーさんお疲れさんって声をかけてきた人がいるのさ、はい、でその人っていうのがその団体の出資元の社長で、うんうん、まあ本当にスポンサー様だよね、うんうんうん、だったわけ。あ、お疲れ様ですって言って、どうファンキーさんもある程度落ち着いたって言うから、あ、もう今終わったところでって言ったら、そうかそうか、あのね、宿のこと聞いてるって言うから、うん、いや聞いてないですね、だよね、だよね、そうなんだ、あのね、実はいつもだったらちょっと違うところへ行ってもらうんだけど、今回はねちょっと俺の顔を立ててもらいたいところがあってさ、うん、なんですって言ったら、うちのね、俺の古くからの仲間がね、こっからまあちょっとね 4,50 分かかるんだけども、山へをずっと行ったところでね、うん、ホテルやってんだよ、うん、でそこをねぜひちょっと使ってもらいたくて、ああそうなんですか、わかりましたわかりました、じゃ あだけど明日来る他の MC の人たちは、いやもう全部それは同じとこ泊まるように言ってあるから、うん、なるほど、うん、わかりました、じゃあそれナビ入れて行くんで住所なんかをって言ったら、うん、じゃあね、俺の一緒に教えてもらいたいわけって言うから、うん、ああ、でも今行かれますと、行ける行けるって出たんだ、はい、本当にね、うん、信号の一本もない、うん、ね、うん、ずーっ
と山道アップダウンカーブのさ、うん、いやこれすごいすごいな。いや確かに走りやすい道なんだよ、うんうん、だけどもうそうなんだ、こんな道があるんだ、これバイクで来たら面白いだろうなと思いながら走ってる。なるほど。そしたら、ね、道がね一挙左側の方へずーっとこの上がっていきながら登っていく、ね、上がっていきながら登っていくと同じこと言った、うん、そうですね、そうそうそう、曲がりながら、曲がりながらね、曲がりながら登っていく道へずーっと差し掛かって、それをずーっと上がっていくと、うん、ポンと視界が開けたところにズボーンとでっかい音が立ってんだよ。うん、すごいですね、突然現れましたねって言ったら、そうそう、あれ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 なんだよとか、いいホテルなんだよ、うん、そうなんだけどね、なかなかちょっと苦戦してるみたいでねって言われて、うん、で駐車場車止めて、そしたらその社長はその社長で、あのもう自分泊まるところ決まってるみたいで、じゃあ直るさん明日頼むね、よろしくお疲れさんって行っちゃったわけさ。ああそうなんですか。そう、うん、で俺はじゃあフロント行って受付って話だったので、はい、でチェックインしようと思ってね、うん、普通だったらさ、うん、じゃあそこまでその言ってくれたもんであれば、うん、じゃあ誰が何号室誰が何号室ってある程度こうしつらえてできてるもんじゃない。そうですね。なのに、うん、俺がそのフロントへ行った途端に、うん、はい、お部屋をそれじゃあお選びいただきましてって言って鍵3本出してた、うん、ああそうなんですね。えごどういうことですかって言ったら、いや、うん、あのお好きなお部屋を選んでいただいて、こう見てみたらそれぞれこう回数が違うんだ。うん、へえ。あ、じゃあこれでいいかなと思って取ったのが603っていう部屋だった、うん、ね、うん、この6階の3号室。はい。昔ながらのさ、クリスタルのこんな長いこうキーホルダーがついてるやつだよ。うん、殴られたら痛いだろうなっていう感じの、透明のね。透明の。あ、でそれを取って、あ、ではエレベーターあちらにございますのでって言われて。うん、その荷物をコロコロ引っ張って向かったよ、うん、でエレベーターに向かう途中にひょいっと右側を見たらさ、天然温泉下ってこう矢印がついてる。あ、温泉なんだここって思ったわけ。ああよかったよかった、ちょっと温泉入りたいなと思って、うん、でとにかくちゃちゃっと着替えてまずはひとっぷら浴びようと思ったから、うん、エレベーターで6階までずっと上がってったさ、うん、でエレベーター降りた途端にそのよく同じような話何回もするけども、例えば何号室こっちって矢印がついてるんじゃ、はい、それはその603って右だったよね、うんうんうん、だからその右の廊下ずっと歩いていくんだけども、はい、なんかね変な感覚にとらわれるんだ、そう歩いてると。変な感覚。そうなんでかっていうとね、はい、その建物自体がだよ、おそらく上から見たらねこう緩い C の字になってる、こう、はあ、曲がってんだよ、四角い建物じゃないの。だから廊下がぎゅーっと曲がっていくんだよ、うん、ね、これが例えばどっかにどっちかに窓でもあれば外の景色が見えるから、はいはい、おそらくそんなことはないんだと思うよ、うんうんうん、だけど両側こう部屋があったりとか壁だったりするじゃない、うん、そこを緩やかにこう曲がってるこの壁をね、あの廊下をねずっと歩いていくとね、はい、なんかねこうね、うん、忍者屋敷の中にいるような感覚になってるんだよ。バランス感覚が狂うっていうか、うん、へえ変わってますね。そう、うんうん、で、なんだこの建物と思ってその、うん、泊まるべき部屋ってのは割と奥の方だったんだよね、うん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 、でそこへこう鍵突っ込んでさ、でこうドアを開けた途端になんかその隙間からまるでこう今までこうぎゅうぎゅう詰めになってたその空気がふってこうわっと出た感じがしたわけ。あ、そうだからおーと思ってぐーっとドアを開けて、中をこう見た途端に、うん、あれれあれこれはもしかしてまた食らったかなと思ったよね俺。瞬間的にそういう雰囲気があったの、うんうん、で部屋の電気パチパチっとつけて中入って、まあ、とにかく温泉行こうと思ったんで、で浴衣っとこう着替えてね、うん、そのまま部屋の鍵だけを持って出たんだよ、はい、で下まで行って1階に着いて、でそこからちょっとフロント歩いて階段でこう下まで降りていくんでね、うん、トン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 と降りたさ、はい、降りてふっとこう温泉の方へこう向かってったらさ、うん、なんか中でワイ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 とこう人が入ってる声がするんだけども、はい、どうもねなんか割と元気のいい人たちが入ってて、まあ確かにそんなような車がいっぱい置いてあったなとは思ったんだよね。うん、それでまあ
ね、まあ、お客さんはお客さんなの で、うん、でとにかく、まあ、裸の付き合いになっちゃうんだろうな、こういうところだなと思って、さて入ろうと考えて、その脱衣所の方に行ってみたら、なんと全部が有料のロッカーなのよ。あ、うん、有料か。そうだから、要はその後でこう100円ちゃんと戻ってくるタイプだと思うんだけどね、うん、100円入れてくださいみたいな、うん、え、でだそうだよな、脱衣かごって、だけど待てよ、じゃとりあえずはその鍵をかけない状態で中に荷物だけっていう、ふっと気がついたら腕時計もしてるしさ、うん、うんうん、ダメだ、これお金取りに戻ろうと思って、鍵だけで来たって言いましたもんね、うんうん、でまた戻ることにしたわけだな。その時点でなんかすごく本当にそれ自体が自分の中でも不思議だとは不思議なんだけど、ちょっと戻って小銭取りゃいいだけの話でしょ。うん、一気に面倒くさくなってさ、で部屋に着いた途端に、もういやいや、とりあえずその汗さえね流せて、ちょっと頭から洗いたいだけだから部屋風呂でいいやってなっちゃったわけ。部屋風呂って部屋風呂だよ、うん、トイレバスのユニットの、うんうん、ね、ガチャッと開けてなんかこう見るじゃない、まあ普通の失礼の、うん、広くもない、やっぱり温泉の方が良かったなと思いながらも、うん、まあまあ早いところ、もう疲れたし、明日も朝早いからね、うん、とにかくもうちゃちゃっと入って寝ようと思って、バスタブ側に立ってカーテンをこうちゃっと閉める、はい、ね、でシャワーをこう出してさ、バーッとこう体を洗い出したわけだ。で俺最後に頭を洗うので、でザッとお湯をかぶった時に、うん、まるでそのここのバスルームのドアがすごい勢いよくバーッと開けられたような、うんうんうん、そんな感覚があると同時に、うん、風がさブワーッと入ってきた気がしたわけで、ここにこう下がってるビッちゃびちゃに濡れてるこうカーテンがあるじゃない、ビニールカーテン、はいはい、それがピシャピシャっとこうまとわりついたんだよな。うわーと思って俺、はあ、絶対誰か入ってきたと思ったんで、うんうん、ここにこう上にある棚の上にタオルが置いてあって、それをわっと目を拭いてふっと見たんだよ、うん、あれもカーテンなんて入れてもいないんだよな。ああ、そうなんですね。そうでシャッと開けてさ、こう見るんだけど、ドアなんかちゃんと閉まってるわけだ。はあ、うわー、ぐっすら寒いと思って、これ気味悪いなって、はぁ、思ったから、うわーっと頭すすいでさ、うん、ほいで、バスタオルかぶって、もうとにかく部屋の方出ようと思ったから、うん、バスルームのドアをガチャッと開けて、一歩部屋の方にこう踏み込んだ途端に、うん、部屋の中と思って、バタ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 と音がするわけ。うん、ね、うん、で、びっくりした、何って、その音のする方を見たら、うん、でっかいベッドなんだよ、そこの部屋ってのは。もう、その、キングサイズとかいう、そういうんじゃないんだ。うん、やたらとこ丈もあるし、こう幅もあるし、おそらく幅自体は、クイーンサイズぐらいはあったのかな。うん、だけど、やたらとこの丈は長いんだよ。ほんで、そんなおかしなベッドなんだよな。で、そこで、そのベッドの向こう側に、まあそこそこのスペースがあるので、うん、でそこにこう窓があってね、うんうん、その窓の一枚がこうガコンと開いてるんだけどさ、うん、普通はそういうその高層階の窓ってのは転落防止であるとかなんかのためにね、こうガコンとこう行き違いの窓になってる、こんぐらいしか開かないんだよな、うん、そうですね、ね、はい、換気用に、はい、それがさ、うん、90度ドーンと開いてるわけ。そこにこう下がってるそのカーテンがその高層階のその風によってね、受ける風によってわた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 って言ってるわけよ。うんうん、うわ、びっくりした、なんだカーテン、ああ、そうかそうか、わかった、じゃあさっきのその風呂の中に入ってきた風もこれだと。うん、いや、びっくりした、え、ちょっと待って待って、誰が開けたんだこれ、うん、そこですよ、うんうんうん、で自分の頭の中でこうどうしてもそれをこうまとめようとするわけだよ、うんうん、じゃあそのルームサービスの人が、あのね、ルームクリーニングの人がちゃんと最後まできちっとこうロックしてなかったのか、それにしても普通はこんなに開くこと自体がおかしい人がね、うん、いろんなことを考えながらまたガッと戻してガッと鍵をかけて、うん、なんだろうな、ちょっと待ってよ、気持ち悪いな、でこう絵が飾ってある、
そのヘロなんか、うん、ウーラなんか見たりするんだよ、札があるんじゃねえか、何もないんだよそんなものはね、うんうんうん、でとにかくなんかお腹空いてたのもどっか行っちゃったし、うん、あ冷蔵庫なんか入ってねえかなと思ってガチャッと開けたらビールが缶ビールが入ってて、それ缶ビールの上にこうおつまみがこうセットになったみたいなさ、うん、こんなのがこうカチャッとついてる、はい、そんなのがあったんで、うんうん、まあいいやとりあえずこれでいいやと思ってそれをピシッと開けて、うん、ビール飲みながらなんか柿の種みたいなの食べてたんだよ、うんうん、でテレビと思ったからピッとつけたら、あ釣りの悪いテレビでさ、うんうん、で全然どこのチャンネル回したってもまともに映らしないんだよ、うんうん、でなんかその芸人さんがなんかこうやってるわーっとこう笑ったりなんだりっていうそんなのがこう声が聞こえてる状態のまんま置いといたんだよ。で俺ビールこう飲んでたんだけどもさ、うんうん、すごい眠くなるんだよね。すっごい眠いの。で最初はそのベッドの横のとこにあるこうちょっとしたテーブルセットがあったんでそこへ座って、うん、こうもうタバコ吸える部屋だったからねタバコ吸いながらこうそのテレビの方向向いてたんだけども、うんこう眠くなるわけ、うん、あやばいやばい、まあ、俺は基本ほらその枕が変わるとどうしても寝づらくなるっていうのがあったもんだから、うん、いやちょうどいいちょうどいいちょうどいいってもうこれ明日の朝早いしね、うんうん、だからもうこの勢い借りてもう寝ちゃおうと思ったんでビールなんかそのままそう置いて、うん、でベッドにこう入ることにしたわけよ、はい、だからそのさっき言ったそのでかいベッドの、うん、上はこうカバーがあるじゃない、はいでこうシーツってこうアッパーシーツってのがあるっていうのがまるでその肩で押したみたいにピシーッとこうかけられてるじゃない、はい、こうカバー、はい、あれをさ普通は多分あれガーッと剥がすんだな、うんね、うんうん、俺ねそれ剥がさないでね、うん、あの隙間にこうにじ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 タイとかが好きなんだ、こうやってこうやってこうやって僕も好きです、はい、変なあの密着感っていうか、うん、そこに安心感を覚えるというかね、うん、すごいわかります、はい、その時もそうしたわけ、うん、とこうぐーっとこう入ってってさで、あー寝れる寝れると思って電気もテレビもつけっぱそのままつけっぱなしの状態で、うん、それどころじゃないんだよ、もうその電気を消さないとテレビのリモコンどこだっけ、そんな余裕がない、眠くて眠くて、うん、あーよっぽどですね、そう、うん、だからもうそのまんまぐーっとこう中へこう潜り込んでこう目つぶったんだよ、うん、そしたらさうとうとうとした時にほんのすぐ耳元のところでさ、うんってなるんだよ、すごいよと指パチって、はあ、すごいよと、はあ、びっくりしたと思ってふっと目を開けたら、うん、さっき言った通り消したはずのない電気もテレビも消えて真っ暗になってるわけ、うわもういよいよおかしいですって、そう真っ暗なんだよ、でちょっと待って俺消した覚えねえぞって、うんうん、なんでこれ電気消えてんのこれと思うんだけど、また眠くなるわけ、そのまんま。でまたそのまんますーっと落ちかけるじゃない、はい、でもうこの勢いもうこの勢い以外にないよ、これもう寝ちゃうスーッと落ちかけるとまたパチンってなってうーって起きたらちゃんと電気もついてるテレビもなってるんだよ。ああそうなんですね。そうこうなってくると、うん、どっちがその夢なんだか現実なんだか分からなくなる、うんうん、そうですよね。なあうんじゃあっていうことはさっきの暗かったのが夢、うんうん、もういいよどうでもいいもうとにかく寝ようってもうそれでも眠いからね、うんうん、と目をつぶりかけてでこう落ちかけた時に、うん、でも俺その時思ったわけ、待てよ1回目2回目でこのパチンが来たでしょ、3度目の正直とあるかまさかなと思うけども、うん、万が一釣りになったらさすがにちょっと気味悪い、さっきの窓のこともあるし、うんまあ、社長の手前悪いけどもフロントに行ってちょっと部屋変えてもらえないかなって言わないとダメだなと思ってたわけ、うんうん、それでも眠くなる、ずっと落ちかけるでしょ、はい、そこで聞こえてきた3度目の正直をね、はい、今まで聞いてた音じゃなかったんだよ、はい、俺はパチンって3度目パチンと来たらフロントと思ってたのに、はい、そこで聞こえてきたのね、うとうとと仕掛けた時に今度は耳元じゃなくて部屋の中中に響く音で、うん、ガゴンっていうガゴン、うんはあ、音だったんだね、はい、その音はねちゃんと俺聞き覚えがあった、記憶にあったの、はあ、それ何かっていうと、はい、さっき風呂から上がって開いてた窓を閉めたでしょ、で閉めた時に最終的にガゴンってかけた家のあのロックのごついレバーの音なんだよね、うーん
それで、おっと思ったわけ。俺その途端に、あ、窓開いたって感じなの。うわ。そう思った途端に、ドーンって金縛りになったわけよ。金縛りですか。うん、うわ。うわうわうわ、ちょっと待ってちょっと待ってこの状態での金縛りはダメでしょと思って、はあはあはあ、もうだって想像できるわけだよ。その今窓が開いたその高層階6階の窓から何かが入ってくるっていうね、うんうん、でそれがその俺に馬乗りにでもなったらどうしようとかそのことうわっと想像するわけだね、うん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 、ところがねその想像を絶する形で現れたの、うん、そいつが、うんうわーっと思ってたら、はい、俺のその足元、そのピタッとこう張り付いたでかいそのベッドだよね。そこの足元からさ、何かがさ、こう、ぐーっと布団をこう押し上げてくる。でもその押し上げてくる形が、はい、頭の中にこう伝わってくるとか見えてくるっていうかさ、ね、こうぐーっと頭から入ってきたものが、頭でこう、布団を押し上げながら。うーわー。うんって言いながら足元からずっと入ってくるわけ。なんか入ってきた入ってきた入ってきたと思ったんだよ俺、うん、でそう思った途端に俺のその足首を何かがギュッと掴んだわけ。お掴んだ時にその足元その足首に伝わったのがチカチカチカっていうその女の人の爪、うん、長い。あ嫌な感じ、うん、その爪がチカチカっと当たる感覚があったんだよね。で俺たまんなくなって、それこそ本当全身の力を込めて、渾身の力を振り絞って、うわーって、無理やりだよね。無理やりその金縛りを振りほどくというか、そこに起き上がるというかさ。で、ベッドの上にうわーって起き上がったら、入ってきたらしい、その足元から入ってきたらしい、何かの膨らみがあるんだよ、そこへ。まだ。うーわー。怖い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 。で、それがこう、もぞもぞ動いてたら、そんなことは言わないよ。うわーと思ったから、もうベッドから、うわー飛び降りてって、確か俺死に持ちついたと思うんだよな。お尻から降りて、はいはいはい、それでそのまんまもうスリッパも何にも靴も何にも鍵も何にも持たないまんま、うん、でもう浴衣だってこんなのって裸で帯こんなとこまで来てバカボンみたいになってるわけじゃない、ね、でそのまんま廊下飛び出してってさ、はいはい、うわーって走ってエレベーターも裸足のまんま、はい、走ったのよ、うん、でエレベーターも下押すんだけど、うんぐーっと曲がってるじゃない。向こうからなんか来そうな気がするわけだよね。だけどそんなことはなくてエレベーターが上がってきたんでフロントまで降りてって、うん、さっきのフロントマンがいたんでね、ちょっとって言ったら、はい、うん、あの俺我がでね603にいるんだけど、はい、部屋借りてもねえかな悪いんだけどって言ったら、はい、かしこまりましたって言って、そんなあっさり、そうなんだよ、別の借りを出してきた。普通だったらああいうサービス業の人たちだよ、うん、あ何かあのお困りごとでもとか何か、うん、そうです、不都合ございましたかってね、必ずするのは何にもその追求しない、はいって言って出してきた。うわもうそれ知ってたとかでしょう。で俺それを見てみたらその201っていう部屋だったよね、うんうん、で何回か、ああのね悪いんだけどね、俺この603に荷物全部落ちちゃったんだよ。でほとんどそのバッグはね中から荷物引っ張り出したり してないから、うん、だから悪いんだけど201俺この部屋行ってるからさ、悪いけどあんた部屋持ってきてって言った。いやそれはあの出来かねますって、うん、なんでよ、うん、ご自分でじゃねえよお前、ご自分でじゃ、うん、ないですよお前、うんねうん、あそっか悪いな残念だけどねご自分でじゃないんだよ、俺鍵持たれてきちゃってんだよ、うんうん、一緒に来てすっごい嫌な顔したんだよな。ああそうなんですね。そ うわもうで6階まで上がってってその603まで行くじゃない。だから相変わらずその彼が持ってるガチャッと上げてくれるわけだ、うん、いてよそこに待っててよって言ったら、はいって言うんだけど、うん、絶対一歩も入ってこない、ずっと入り口のところでこうドアを押さえたまま、何してんだよって、いい、はい私あのこちらでお待ちしておりますので絶対入ってこない。それで、まあ、その後その2階に移ったから何もなく、うんね、朝を迎えることができたんだよ。よかった。そう。よかったよかった。できたんだけども、うん、その話をね、もう何年も経った、うん、何年経ったっけな、3年、4年ぐらい経ってからかな。もともとその辺が地元だっていう俺の友達がいて、うん、
でそいつにその話をしたんだよ、うん、だからはい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 、それあの N っていうホテルでしょって、そう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 、あなるほどな、それはね、うん、まあその後すぐだと思うけど倒産してね、でこうカントリークラブが一緒になってたでしょって、ゴルフのねコースが一緒になってたんだけど、あれも全部ひっくるめて3億で競売競売にかかって、いまだに誰も買わないんだよ。ああそうなんですね、うん、そうそう、へえ、何があったのかは分からない。俺はそのもちろんそのホテルの名前はもちろん分かってるわけなんだけど、俺そこで、うんうん、一生懸命ねそのホテルの名前を入れて事件とか、うん、事故とかなんとかってこう検索するんだけど、うん、一切出てこないね。あ出ないんです、ね、出ない、へえ、うん、じゃあもう何があったか本当に謎なんですね。そうなんだ、だから本当はね一回行ってみたいんだよ。ああ、で去年一昨年かな、はい、あの例の先輩のカズさんとさ、うん、その近くへ行った時に、うん、ちょっと行ってみようよって言ったんだけど、うんうんうん、いやーだけどその拠点から50分ぐらいかかるから、あー結構かかりますね。そうただ一本道だったと記憶してるけども、もしかしたらどっかでなんか二股とかなってたらわからないしね、うん、うんうんうん、そうだから結局行けてないんだけどね、うん、その頃はですね本当にこのディスコというね、うん、クラブじゃなくてクラブじゃないディスコなんですね、ディスコっていうのはもう日本各地にあったんだね、うん、どんなにその、小さな町であってもディスコって看板を出してるだけでうわーって若者がそのたかるっていうね、はあ、本当にそれほどいろんなところにあったわけですよね。で割とその店によってはその系統っていうのがあって、例えばあそこの店だと割とこうちょっとこうチャカチャカした感じのね、まああの頃俺たちはミーハーって呼んでたけども、そのミーハーな感じの曲がかかるお店だったりとか、こっちはシックな感じの曲だったりとか、またそのリズム&ブルースばっかりかけてるあの曲ばっかりねかけてるお店だったりとか、まあファンクばっかりだったりとか、であの頃はニューウェーブ、そのテクノポップス、その YMO のね先輩方以下、いろんなそのテクノポップスが流行った時代で、でそれをこうひっくるめてあの頃あの B52 であるとか、マッドネスであるとかスペシャルズであるとかってスカの部分も全部ひっくるめてニューウェーブって言ったんだよね。あそう、そのニューウェーブうちはもううちは書けないですっていうお店があったりとか、ニューウェーブがすごく得意なお店があったりとか、うん、あ面白い時代だったんだから本当に。そうなんですね。そうでどうしてもその肩身が狭かったのが、うん、もう これもんのこ これの、うん、彼らがこう踊りたいそのロカビリーのねロックンロールをかけてくれるお店ってのは本当に少なくて、そういう彼らは割と大宮のビブロスであるとなんか言ってたかなっていう、あそうなんですね、そう感じなんだけどね。へ、うん、それぞれにいろんなその特色、その特徴特色があったわけなんですね。いろいろやってたんですねみんなね、うん、それぞれそうだよそうだよそうだよ、なんか面白そうですね。面白い時代だった、ある意味ある意味というかまあ相対的に戦国時代、そうかそうか、そう、あ特色を出してね、そうだよ戦国時代だったね、そうかそうか、で教会があったのでね、だからそれでそのいろんなお店へ行ってやるわけなんだけど、たまたま俺がしばらくそこ行くことになったお店が、すごくおしゃれな店でちょっと高いんだよ、フィーがね、はい、その入るための入場料が高いお店で、うん、で男性でも女性でも同じ金額っていう、ああそうなんですね、うん、ひどいところなんか女性ただっていう店あったからね、ああ、うん、なんかその昔は女性安いっていうなんか聞いたことありましたね、そうなんだよ、それでそこでその飲み放題だけど食べ放題の方はまた別料金とか、そんな感じがあったんだけど、そのお店っていうのはねすごくその食べ物にも定評があったお店で、でなぜかちょっとわけのわからない感じの店の作り方がしてあるんですよね、はい、わけわからない、壁にはね全面、今は昔からよくある感じだけどディスコなんかの場合は多いんだけど、壁が全面こうミラーになってるんだけど、それも普通のミラーじゃなくてダークミラーなんだよね、黒っぽい。ダークミラー。
スモークミラーっていうのかな、で黒っぽいミラーなんだよ。普通に映るんですか？うーん、いや普通には映んないかな、黒っぽく映る。ああ、うん、なるほどなるほど。黒っぽく映るか普通な、まあだけどまあ暗いわけ。うんうんうん、うん、それでね、その店の奥に行けば行くほど、なんでかわからないけども、こう そんな急激じゃないんだよ、うん、急激ではないんだけども、こうトントントンとこう3段ぐらいのこう高さでこう席がこうちょっとこう段になってるみたいなさ、そんな感じの作りだったんだよね。でそこのお店 その DJ ブースっていうのは、うん、実はその店のフロアのど真ん中にあって、うんうん、クラブなんかだと店の端っこだったりちょっと上の方だったりするんだけども、うん、そうですね、見渡せますよね、うん、大体ね、フロアのど真ん中にある。へえ、うん、でそこにこう、うん、ね、要は周りから DJ たちがやってることが全部こう丸見えで見えるっていう、うん、まるでさらしもん的なね、そんな感じなんだけど、レベル高いですね、怖いですね。でその DJ ボックスの横のところにこうフロアがあって、そのフロアにはちゃんと普通の明るい鏡がこうあったって、自分が踊ってるところをこう見ながら踊る人たちが多かったから、でそこでね、俺たち その DJ の仕事っていうのは、まずはやっぱりその新しい曲の中からね、また新しいアーティストの中から本当にその秀逸な曲をいち早く、誰が最初にその曲に目をつけてこう見せて書き始めるか、これ大事なんだよ。だからそれビルボード誌であるとなんかはやっぱりもうつぶさに見てなきゃなんないし、うんうんうん、だからそのためには一番大事なのは輸入レコード店に行くことなんだね。あ、なるほどね、うん、タワーレコードであったりとかさ、まあいった感じのお店にしょっちゅう行って、うん、で新しいのなんか入ったっていう、なんかどんな感じのが入ってるっていうのをチェックすることなわけなんだけど、うんうんうん、基本的に放送局であるとか、または、そういったそのディスコ関係のお店っていうのは、うん、レコード会社が新しい曲のそのプレスになって実際に今から発売になる前のサンプル版っていうのを持ってくる。うんうんうん。うん。で、今度こういうのが出ましたよと、これもうサンプル絶対いけますからと、これかけてみて。っていうんで持ってくるんだけど、それ以前に輸入版の方が早いことがあるわけ。そうなんですね。あるのあるの。だからその、うん、輸入レコード屋さんにはもう本当は足げく通ってた。うん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 。で、ある日のことね、俺がその、めちゃめちゃ早めにその店に着いて、うん、それで、いろんな新しい新譜のチェックをこうしてたんだよ、うん。で、この間も言ったとですね、BPM っていうのを測んなくちゃいけないんで、はい、テンポですね。テンポを測んなくちゃいけないんで、うん、そういうのをこう測って、上にこう、裏にさ、うん、こう、例えば A 面の1、BPM125 とか、118とか、こう書いていかなくちゃいけないでしょ、うんうんうん。それをこうやろうと思ってたんだけど、だんだん飽きてきてさ。うんうん、それで、そのうちに自分の手持ちのそのレコードをかけて、なんかちょっとこう、おちらけたことをやってたんだよ。なんか演歌ちゃんちゃかちゃんかけたりとかさ、おーおーおー、走れ孝太郎かけたり、開けチューリップかけたりとかね。おーおーおーそう。面白いですね。そう。そんなのをやってたんだけど、はい、俺、こう、インカムをこう、こう、繋がってて、入り口の方の、うん、キャッシャーの方にいる、その、マネージャーが、店のさ、責任者がいたんだけど、その責任者とインカムで繋がってたんだね。ただそれを、なんか新しい、笑えるのをかけるためにゲラ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 笑ってるのが聞こえる。うん、こう調子乗ってさ、うんうんうん、でどんどん面白いのかけてやろうと思って、かけてたんだよな。気持ちいいですもんね、笑ってもらうと。そう、河内のおっさんの歌とかさ。そうだよ。もう変わり者ですね。変わり者。まあもちろん開店前だからね。うん、で、そんなこうかけながら、次何言ってやろうかなと思いながら、何気なく本当にその自分の前にある壁に貼られてるそのミラー、うん、スモークミラーに、うんとこう目をやったら、うん、自分のずっと後ろの方のこうこう段でちょっとこう高くなってる席の奥の方にポンってキャンドルがついてるのが見えたわけ。キャンドル、うん、でそこのお店っていうのはね、営業時間になると各テーブルに一つずつこうキャンドルを置くんだよ、うん、火をつけてね。ほう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 。でそれをこう、今考えたら消防法絶対アウトだよな。そうですね、うん、今できないですね。そう、うん、でそれをこうバーッと一つ一つこう置いていくんだけど、一個だけポンってついてるわけで、うん、俺見間違いかと思って何回も確認こうするんだけども、ついてるわけ、うん、でついてるそのろうそくの炎にまるでボーッと浮かび上がるように一人の女の子がいるのよ。おー。それでお客さん、えっ、セリフ早いなと思って、あのマネージャー、自分の
お前知ってる常連の子だからって入れちゃったんだって思って、うんうん、なんだよと思ったからもう本当にその流行りの曲にポンとスイッチしたわけですよ普通に、うんうんうん、すごい対応したい。そしたらそのマネージャー入ってきて、うん、俺どうしたのよって面白かったのにっていう、うん、どうしたのじゃねえよお前お客さん入ってんの全部教えてくれよって言ったら、うん、はなんでって入ってんやんお客さんなんて入ってるわけないじゃんまだ早いじゃん、うん、何言ってんだお前だってって言って振り向いたら誰もいなかったんだよね。はいないんすねいなかったわけ。へえ。でその時にその彼がなんでどうしてって聞いてきたから、いやいやいや、うん、俺じゃあ俺勘違いだったのかなって俺鏡越しに見たら上の奥のところにって言ったら、いや女っていうの、うんうん、えもう そうだけど なんでって言ったら、どんな服だったって言うから、うん、いや俺がその実際に振り向いても見てるからね、うんうんうん、鏡越しの後にね、はいはいはい、白っぽい、トレーナーに、なんかこう柄のついた感じのそのトレーナーを、まあ当時ってのはちょうどそのサーフブランドの、いろんなその T シャツだとかトレーナーのパーカーなんかがもううらっと流行った頃だったから、はい、まあ先入観もあるのかもしれないけど、俺の中ではそんな感じの、まああえてちょっと言ってしまうと、ゴッテスっていうね、メーカーのサーフブランドがあるんだけど、そのゴッテスの、トレーナーだと思うと確かに言ったはずなんだよ、そのマネージャーにはね、うんうんうん、はい、たらそうなんだまあ、うん、分かったって言って、うん、まあそこからは普通の曲かけてたんだよ。 お客さんが入ってきて、はい、で実際こう営業が始まるともううわーっと盛り上がるんだけども、うん、今のそのまるでなんつったらいいのかな、居酒屋であるとかなんかバーであるとかのノリとは違うから、うん、乱聞き騒ぎにならないんだよな。あ、うん、どんなにその盛り上がっててもやっぱりその実際のダンスフロアで踊る子たちがいて、うん、でちゃんとこっち側で普通におとなしく飲んでるっていう、うん、大人が集まるお店だったからね、うんうんうん、でその営業が始まって何時間か経った頃に、はい、マネージャーがスーッと店の中入ってきて、うん、控えの方にいるその DJ の連中だとか、ほんとウェーターだとかさ、うん、なんかそのバーテンダーとかなんかに、なんか一生懸命こう耳打ちして歩いてるのが見えたけど、なんだと思ったわけ。そのうち俺のところに来たんだよ。はい、それで、中野さんごめんねって今大丈夫って、大丈夫何って言ったら、うん、今日さ悪いけど、帰りちょっと残って、いいね、残ってねってこう言って歩いてる。うんほんで他のところ行って今日残ってねって言われてるわけ、うん、なんだと思ったんだよね、うん、でその一人の DJ の持ち時間って大体45分なので、うんうん、で45分ずつ、まあ、大体3人か4人多くて5人ぐらいの DJ とか回していくんだけどね、うんうん、それでまだあと15分ぐらいあるかなと思いながらこう曲をこうかけてたわけだよね、うん、でふっと前を見たらさ前にちょっと自由にこう取れるバイキングスペースがあるんだけど、うん、そのスペースのちょっと向こう側にトイレの入り口があるんだよ。はい。で、どうもなんかそこでね、お客さん揉めてるような感じに見えたんだな、俺。うん。だから、あれと思ったら常連の子だったので、うん、後ろにもう次の控えの DJ が入ってたから、はい、おお、来てくれた。ちょっとさ、悪いんだけど、なんか向こう揉めてるみたいだから、ちょっと俺行ってくるから、ちょっと早いんだけど、代わってもらっていいって言ったら、あ、OK です、OK です、OK です。って言って買ってもらったわけ、はい、で俺こう出てってさ何してんのどうしたのって言ったらダメだもんじゃって言ったら、うん、え違う揉めてるんじゃないんだよねってどうしたのって言ったら、うん、いや実はその女子トイレのね一つの個室に、うん、なんか女の子倒れてるみたいなんだって言うわけ、はあ、倒れてるえなんかどういうなんか音かなんかしたのって言ったらそうじゃないんだけども、うん、中にそのスーッと入ってガチャッと鍵をかけて中に入った女の子がいつになっても出てこないと、うん、女の子たちってさ割とこう洗面所のとこでこう喋るんだよな、うんうん、だからずっといたってわけそこに、うん、なのにその子たちの前を通っていかない日今見てみたらまだ赤くなってるから、うん、多分中で具悪くなって倒れてるかなんかだと思うよって言われたわけ、はい、でこう見たら鍵かかってんだよ、うん、トン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 と叩いてさ大丈夫ですか大丈夫って声かけても変じゃない、うん、確かに倒れてっかもなまあ珍しいことじゃないからさうんちょっとごめんなさい上から見るねって声かけて、はい、
その洗面台、すぐこう洗面台だからね、手洗う。その洗面台のところにグッと乗っかって上からグッと覗いたんだよ、うん、誰もいないわけ。ああ、うん、いない。ほうほうほう。でそしたら下から常連の子たちが「どう？」って「誰もいねえよお前」っつったら「ギャー！」って言ったんだよ。ほうその二人がね。ほう。何よって言ったら、うん、そんなわけないって言って、私見てたんだからって入ってかもって。おお、うん、ね、その白いシャツ着た子だよって言ったわけ。だから感じない感じないって、そんなわけないって言って、うん、お前たちだってだって調べじゃねえんだからさって、うん、いうような話をして結局その店の営業が終わったのが夜中2時ぐらいで、うん、でその店ってのはね、終わってから割とこうミーティングすることが多かったんだけど、普通は5分か10分で終わるんだよ。しかもそのわざわざマネージャーが今日残ってね、ちょっと館内で残っといてねって、そんなこと言ってるの見たことなかったからね。それでみんながわーっと集められたわけだ。その厨房の中からなんか全員だよ、そのバーテンからなんか全部全員が集められて、何言い出すのかなと思ったら、そのマネージャーが、あのね、実はね、今日の営業前のことなんだけどって言って、とっかかり語り始めたのが、俺がその見たっていう鏡越しに見たキャンドルのところにそのボートを浮かび上がるようにしていたっていう、その女の話をしだしたわけ。いや、ちょっと待ちなよって言ったの、うん、それは俺の勘違いかもしんねえんだからさって、見間違いかもしんねえんだからって言ったら、いや、それはね、実は見間違いじゃねえんだよってこう言うわけ、うん、みんなの前でだよ、うんうん、間違いじゃない。え、おうおう、どういうことって言ったら、はい、うん、昔からね、まあその中にその噂知ってる連中もいたよ、何人かね、うん、その古くからいたチーフなんかもそうだったしね、うんうん、前からそういう話があるんだよって。それね、トレーナーって言っただろ。トレーナーじゃないんだよ、それワンピースなんだよなっていうの、うんうん、もう実際俺も見てるし、うんうん、過去にそのお客さんたちの中でもって、今まですぐ後ろにいたはずの子どっか行っちゃったっていうね、うん、そんな噂も立ったことあるんだけども、はい、そこでね、今日みんなに残ってもらったのはね、どういうことかっていうと、今後ね、うん、今後そんなようなものを見ちゃいましたとか、なんかおかしな女がいましたとかっていうようなことが お客さんの方から万が一上がってきたとしても、うん、徹底的に無視するようにってこう言ったのね。無視するように。え、無視っていうのはどういうこと？いや、だから、いや、そんなこと、その気のせいですよって言って流しちゃえばいいんですよって。うん、うん。そう、そんなことできるかって言ったら、いや、そうしてもらうしかないよって、変な噂だって、お客さん行っちゃったらどうすんだよって、こう言ってたからね。うん、って、もう半分ぐらい信じてないやつが多かったからね、その中ではね。そうなんだねって言って、その場、その日は終わったわけよ。うん、それから何日かして、その店にまた俺がこう出てって、また早めに行って、で、レコードをずっとこうしまってあるバックヤードがあってね、はい、うん、それレコード倉庫って、レコソレコソって言ってたんだけど、そこに、こう、レコードってさ、あんな薄いもんでしょ、うん、ジャケットだと本当に3ミリぐらいのもんでしょ。そうですね。ね、はい、それがこう、ピシーッと入ってるわけだよ。うん、ね、うんうん、でそっから自分のその、どうしても探したい曲が何曲かあって、それをこう探してたんだよ、一生懸命、うん。そこの倉庫ってのがさ、普通に広い、まあ、四角のような部屋にあればいいのに、うん、うなぎの寝床みたいに長っぴろい部屋なんだよ。ずーっと。その、レジがあって、レジのその裏手になるんだけどね。うんうんうん、で、そこへ入るためには、その、カラ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 、カラ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 、トンってこう閉まる感じのこう、うん、窓も何もついてない。カラ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 って開けて閉めて入っていくんだけど、はい、一歩入るとこの左右とこの前も全部レコードの棚なんだよ、上の方までずっと。すごい、何枚あるかも分かんないぐらいなんだよね。うわ、夢の空間みたいですね。なんかそうで、前からその年代ごとに分けようとか、例えばそのもうアルファベットごとに分けようって言ってたんだけど、誰もそれを実行するやつがいなかったから、うん、結局は適当にもうその突っ込んじゃってたんだよ。だからそれをどうしてもそのサンプル版の、はい、うん、その10、ね、どうしても欲しくて、43回転のが欲しくて、うん、それを探してたわけ。そしたらさ、いや大変、幅がね、もう本当に1メーター、うん、自由になる幅っていうのは、1メーターぐらいしかないんだよ。うんうん、両側レコードだからね。はい、
でそこへ一人が入ってると、うん、もうそのもう一人はそいつの後ろで探すしかないぐらいのスペースしかないわけなんだな。俺がこう一生懸命こう探したらまた違うってこう一枚一枚こう出しながらこう見てたらさ、うん、俺の後ろでね、カラ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 トンって開いてしまう音がしたわけ、うん、だから俺誰か入ってきたんだと思ったから、あー悪いねちょっと今まだちょっと見つかんねえからさって言ったんだよな、うん、それに返事がないわけ、だから俺そのままこうこっちの様子伺ってんのかなとは思いつつも、はい、そっから目を離したくないから今まで自分が見てたところからね、そうですね、そう、はいはい、だからそのままこう探し続けてたんだよ。そしたら女の子の後ろで、うん、ゴシ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 ドーンってドダーンっていう、うん、うまく表現できねえんだな俺がな、やっぱりな、あの要は今までそこに何かこうあったものが周りのレコードなんかにもこうぶつかりながら、うん、そのままワシャッと倒れる音がしたわけさ、ね、はいはいはい、うん、で基本店で使うレコードってのは外からビニールには入れてないからジャケットそのまま紙のジャケットがそのままこう入ってるんだけど、うん、その中にはそのきちっと普通の一般市販版のレコードもあるから、その場合はこうビニールに入ってるのがこっちの一角にあるわけ、うん、で俺はその音を聞いた時にそのビニールにカチャカチャカチャって分かるでしょ、分かります、ね、分かります、うん、ビニールにこうカチャカチャカチャって当たって何かバーンとゴシャゴシャで倒れ込む音がした、うんうんうん、床は絨毯だから、これカーペットだからここは、うんうんうん、びっくりして俺はそ何を落としたのか倒したのかそれとも倒れたのか分かんないじゃない、うん、だからこうやってままえって振り向いたんだよ俺、うん、そしたらそこに見たこともない女がさ、うん、こっちをにこうまるでねこう顎をね絨毯の上で顎をうーんってこう伸ばした状態で手をこう前じゃないんだよ、こうしたまんまでこうなんて言ったのかペタッと、まるでこう犬がよくこう、うん、手を隠してこう猫なんかやるみたいに、うんうんうん、ふーっとこう倒れてる、えこれ誰と思ったわけ、はあ、そしたらそのまんまの形のまんまおしゃ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 ってこっちに近づいてきたんだよ、うおそれがだからその手で張ってきたのか足で何かを蹴ってこっちに来たのかそれはわからないけども、うん、何かその手のような足のようなものがこううごめく形は見えなかったよ俺にはね、あだからそのまんまの形でゴシャゴシャって来て俺の足にゴシャゴシャって当たったんだよ、うんうん、その時の感覚はね、うん、人の顔がここに当たれば当たり前に肉質のあるものがこう当たる、肉感の質感のあるものが当たるわけでしょ、はい、そうじゃないんだよな、まるでコンビニ袋を何枚も何枚も何枚も重ねて、うん、その中にこう水を入れて、うん、水かお湯かね分かんないけど入れて、うん、それがわちゃわちゃっと当たった感じだったわけ、ああなんかふわっとこうビニールのようなね、うん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 、これ自分で今までずっとこの話を語って言いながらなんだけども、はい、もう2013年か10年ぐらいに俺このことに一つ気づいたんだけどね、うん、それって要はその前回話をした風の通るホテルで、バスルームにその入ってきた風によって俺の体にそのピシャピシャッとまとわりついたビニールのそのカーテンの感覚とよくよく考えてみると決して遠からずのものがある。でもその風の通るホテル、あのホテルの中でもあのバスルームで俺がうわってこう目を拭いて見た時には、うん、そのカーテンは全然動いてなかったんだよね、うん、って言ってました、うん、はい、っていうことはあの時にその俺にまとわりついてきたのはカーテンじゃなかったのかなって思うわけ、そのホテルの、あーほんまや、うん、うわ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 すげえ、だって本当にこの足元から足元っていうか膝のちょっと下ぐらいかな、下ぐらいからこの肩のところまでピシャ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 ってまとわりついたからね、カーテンが、俺カーテンだと思ってるわけだから、だけどちゃんと普通に下がってたんだよね、俺その目を拭いてこう見た時にはね、うん、
なかなかすごいなり方です ね、すごいんですよ、さっきから、うん、パチンとミシンと何本でコトコトンって言ったりね、なんか向こうでもなんかドンって言ったり、うんうん、そうだから、まあそのレコードのね、その倉庫でのことっていう、うん、まあなんだかんだ言ってそこのなんていうかな、その倉庫自体のその奥行きっていうのは3メーター、4メーターぐらいあるかな、3メーターぐらいかな、うん、そこをだから入り口の方からこっちへ向かってうわっと張ってきたっていう、でやっぱり気持ち悪いもんだから思わずもう、うわーってなるわけだよね、うん、そうですね、はい、そうそうそう、で、おって見た時にはもう何もいなかったっていうパターンが多いでしょ、だけどね、いたんだよそこにまだ、で、俺ね、うわ、その途端にね、もう一言ならぬものを感じたので、うん、後になって考えるとだよ、うん、もしかするとね、俺その彼女のことね、俺踏んだかもしれないんだ、ああ、うん、とっさのこと、そうそうそう、うんうんうん、で、うわーって言ってちょっとね、感覚的にね、腰、お尻のちょっと上あたりを踏んだような気がするのね。それでそこから逃げ出して、うん、ガラガラッと上げてそのキャッシャー側にうわーって出たら、うん、レジのちょっとずれたところの向かい側のところに屋上につながるこう螺旋階段があるんだよ、うん、そこは普段こう立ち入り禁止になってるわけなんだよな、はい、こう鎖がこうついてさ、はい、螺旋階段から、うん、そのマネージャーが、うん、ゴロ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 って転がって落ちてきたんだよ、おお、何それ、うん、ゴロゴロって落ちてきた彼と、うん、そのレゴド倉庫から俺がもう本当にもう指導戻るになって飛び出してった俺がそこで鉢合わせたわけでしょ、うんうんうん、お互い恥ずかしいわけだよ、そうですね、そう、だからそのガチャガチャゴラーって落ちてきたマネージャーが、うん、どうしたっていう平成を装ってる、そうすっごい痛かったと思うんだよ、だって手すりの方とかにボカーンって当たってたからね、うん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 、ジンジンしてますよ、そうだよ、全身が、そうなのにこうかな、でたまたまタイミング的にふっと足の方から来たもんだ、そのまんまの勢いでふっと立ち上がってどうした言ってきたから、だからいやーって俺もううわーん、もしかして女って言われたんだよ、ああ、うん、そう、いや、ま、なんすかって、なんで今上行くと立ち入り禁止って僕じゃダメなんでしょって、うん、そうなんだけどね、俺実は掃除してたらさ、ここ、こう、上がっていくものが見えたんだよ。後ろ姿が見えたんだよって。そう、だから思わず俺、ちょっと今行ってみたんだけど、うん、上、鍵かかってんだよなって思って。うわ。それで、その、こう、降りてくるときに、上の方からね、すっごいその人の気配がして、うん、うん、ってなんか上から降りてくる感じがあったんで、思わず、急いで降りようと思ったら、足を踏み外して、こう、転がってきたらしいんだけどね。2つなんですね、うわ、じゃあ同時ぐらい、同時期ぐらいで2人とも、そうそうそう、そうなんや、でもね、俺実はね、残念なことがあるのさ、はい、俺のその後ろに現れたっていう、その見たこともない女が白いブラウスだったかどうかは、うん、全然覚えてないんだよね、ああ、もうとっさですね、そうなんだよ、うんうんうん、ただ踏んだ尾てい骨のあたりは痛かっただろうなっていう感覚があればね、踏んだと思うんだよな、踏まないとだって絶対に、でも踏んだ感覚があるんですよね、うんうんうん、そう、で踏んだ感じは普通の人間っぽかったよ、ただ俺の足に当たったその彼女の顔は、ビニール、ちょっと待てよ待てよ、え、待て待て、また俺変なことここで、うん、あれ、うんうんうん、なんすかなんすかなんすか、いや実はそのお店でそのなぜ女性のその幽霊が出るのかであるとか、うん、なぜ屋上へ立ち入り禁止になってるのかであるとかっていう部分は、うん、実は、うん、そこのお店に来てたその常連さんが、うん、そのお店の関係者とその恋仲になったんだけども、うん、そのうまくいかなくて、要はね、いろんなそのいざこざがあって、うん、そのビルの上から飛び降りて死んでんだよね、
そうなんですね。そうなんです。それからっていうものを、そこでそういうその幽霊話が起きるようになったっていうのを、うん、K さんっていうその DJ のすごい先輩がいて、うん、今思ったらカズさんにそっくりな人なんだけどさ、風亭のさ、そうなんですね、そっくりなんだけど、うんうんうん、その人から聞かされたんだよ俺、うんうん、で風の通るホテルも、うん、結局はその6階の窓からだから何らかの形で、うん、飛び降りたんでしょ、うんうん、そういうことじゃない、だって窓が開いててっていう、うん、それ確証取れてないよ、うんうん、まあ予測っていうかね、でしょ、想像するとそうですよね、うん、でも俺はそのレコード倉庫で彼女から逃れようとして、うん、彼女の体を踏んだよりはちゃんと肉質があったんだよ、うん、質感があったんだよ、うん、でも俺の、ね、足に当たった彼女の顔はあんな感じだったんだよ、うん、っていうことは、うん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 、高いとこから落ちて、そうですよ、そうですよ、その砕けてる、うん、感じなわけなんじゃない、それもしかしたら、そうです、その2つとも同じようなビニールのようなね、その、うん、うわーなんだ今こう何もなかった今なかったっす、この耳こっち側からこっちに向けてうーっていう声が、うわマジですか、うん、なんかすごいことになってきたぞ。だから、うん、砕けてるわけでしょ、ね、そうですよね。ほんでちょっと腫れてるとかあるんじゃないですか、うん、ブニッと。そだからここに当たったのが、うん、そういうなんかこう ビニール水が入って、うん、うわそういうあれなのかもしれないぞ。いやそうですよ、共通点ですよ、ね、やっぱり。うわ俺もね、昔からの友達で、これじゃあ何関係でよくそのバイクつながりとか車つながりとかって言うんだけども、そういうつながりではないんだな。うん。うん、まあ今考えてみたら、まあ昔からは友達という、あくまでもそういうふうにこうしとくんだけどもね。はい。そういう男がいて。うんうん、で、この男が都内某所で団子屋をやってんだ。団子屋。団子屋。おー、いいですね。で、それがその、まあ、もともとは自分の、じいさんの代からなんだけどね、うん、その父親、それから父親が倒れて、うん、でまあそれまでは割とこう自由奔放にやってた男だったんだけども、まあその代を自分の方へこう受け継いだわけだな、うんうん、受け継いだ途端に割とこうバーと上り調子になってって、まあちょっと才覚のある、うん、人間なんでね、そういうところをこう詳細のある人間なので、へえ素晴らしい。そう、それでいろんなところへこう視点をポツポツと作ってたんだ、はい、うん、はい、でこの男からね、俺のとこにもう何年も前なんだけどもね、うん、今度電話があって、はい、中野さんちょっと相談乗ってもらいたいことがあるんだけどもって、おどうしたのって言ったら、うん、人形をねこう供養してくれるような人を知らねえかなっていう、うん、そんなこと言うわけよ、はい、うん、だからいや奴が住んでるところの周りってのはお寺であるとか神社であるとかって、まあ、その神社仏閣が多い町なので、うん、お前のところの周りにいっぱいあるじゃないかって言ったの、はい、うん、たらいやいやそういうんじゃないんだ、そういうことじゃダメな気がするって、はい、うん、なんかこうお前のつてで人形供養しますよ的なね、うんうん、ことを得意としてる人いないかと。いないだろう普通はそういう人はって。そうですね、はいはいはい、ね、名刺もらって、うん、あいただきますって人形供養師って見たことないからね。ないですね。そうで、そんな人はいないと思うぞっていう、まあとにかく一回会おうよって言って、うんうん、で俺がそのやつの地元へ行ったんだね、はい、である喫茶店があって、昔からのこう純喫茶っていうの、うん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 、そんなような店、雰囲気の、うん、そこで待ち合わせして、うん、それ来たんだけどもさ、はい、この男ね、実はもともとその大学の頃に、うん、まあ始めたのは高校の頃なのかな、ずーっとね、あのラグビーをやってた男で、おーそうラガーマンですね、うん、そうなの、でフォワードフッカーかなんかをやってた男で、うん、もうすごい本当に巨人な精神と肉体の持ち主だった、うん、だ俺の感覚ではそういう、うん、がっつり系の、うん、うん、もうラーメン食べに行くと大盛りラーメン2つにチャーハン2つ食べるっていう、ね、おお豪快な、あもうイメージ通りですね、うん、イメージ通りだけどダメだよね人間的にね、それ。そうだ。でも体でかいのね、うん、いっぱい食べるってイメージですから、でまあそういう感じだったのに、なんかねその
会った久しぶりに会ったやつの、うん、その風体ってのはしょぼくれてんだよね。なんかこうしようしようとしてるわけ。うん、うん、どうしたんだお前って言って、うん、ふっとこう感じた、その時にこう感じたイメージっていうのは、あ、なんかこいつのその相談事ってその、まあ、人形の云々とは言ってたけども、うん、え、なんかそこに女絡んでるって思ったの。ああ直感で、うんうんうん、はあはあ、でもそれはその色恋沙汰のどうのとかなんとかっていうことではなくて、はい、ふっと女の影が見える。これね、すごく表現が難しいんだよね。その、うん、彼の後ろに女が立ってたわけではなくて、うんうんうん、そういうこうイメージがね、こうガッとこう伝わってきたものがあるわけ、はい、もちろんそのこと口にしなかった。うん、うん、人形がどうとかって言ってたじゃないかって言ったの、はい、そしたら、うんうん、そうなんだって言って、こうテーブルの上にさ、こう巾着をこうポンと乗せて見せるんだけども、その巾着っていうのはまたすごくその嵯峨野風っていうのかな、こう、うん、すごくいい作りでね、はい、でそれをこうふっとこう解こうとしたわけ、うん、だから「ちょっと待て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 」って言ったの、うん、うん、いやいや、あの、うん、お前のその言ったその人形うんぬんの何かしかがそこに入ってんだろって言ったら、うんうん、いや、そうだけど何これ開けちゃダメなのって言うから、いや、まずまずまずそれを実際に実物を見る前に何が起こってその相談の内容をまず話を聞かせてくれよ、うん、そうですね、はい、そしたらね、いや、うん、実はそのうちの娘がね、うん、その頃は幼稚園通ってた可愛い娘がいて、うんうん、うちの娘が、うん、よくその遊ぶのにね、いろんなところへそのお寺行ったり神社行ったりいろんな境内だったり、またはそのお寺の敷地の中にある公園なんてのもあるからね、うん、神社の中の公園、その敷地の公園であると、そんなのもあるわけでしょ、はい、そういうところでこう遊ぶんだけども、うん、ある日、うん、突然あの家に帰ってくると同時に、うん、見たこともないなんかそのすっごく薄汚れた人形を持って帰ってきたんだよと。あ、人形、うん、でその人形っていうのがその日本人形、俺はパッとこう普通こう階段で、うん、イコール人形でっていうとこう市松人形だとか日本人形だとかっていう感じがするじゃない、うん、はい、ひな人形だったわけよ、ひな、ね、人形、うん、はいはい、でそのひな人形をもう本当に喜びさんでもうバーッとこう持ってきたんだって、うん、お父さんって言ってこう見せられたって、うん、なんだそれどうしたんだって、うん、え、どっから持ってきたのそれって言った、うん、でその手にしているものを見てみたら、そのメビナっていうの、その女の子の方のね、はい、おひな様、はい、そのメビナだけをこう持ってると、で見た感じがものすごくその古い感じで、うんうん、でそれを持ってきたっていうのを聞いて、うん、その途端にこうザワザワザワーっとしたんだっていうわけよ、うん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 、でその娘が言うには、男の子の方の要はそのオビナだよね、オビナの方も一緒にあったんだけども、いや、まあ、でもどこにあったのって聞いたの、うんうん、気になります、うん、そしたらそのあるお寺の、うん、いつも遊んでるところからちょっとこう外れて、うん、こう裏の方へずっと行ってみたら、その沼のような池のような水たまりのような、うん、ものがこうあるんだけども、そこの近くのところにこうその子が言うにはよ、はい、その家があったんだって、ね、うん、でその家の中にこうポンとその置かれてあったと、うん、落ちてたってわけよその子は、ね、だからそれを持ってきた、うん、で男の子の方必ずついじゃない、はいはい、ね、だからその男の子の方はどうしたのって聞いたら、男の子の方はすごく汚かったから、うん、その池に捨てたってわけよ、うん、ああそうなんや、うん、でこれを聞いた途端に俺の中でもってまたゾクゾクザワザワとして、なんかすごくそれまでにはなかった、なんつったらいいの、こうマイナスな部分の黒っぽい感情がうわーってきたわけ、うわこれは良くないかもしんねえなって言って、それでその巾着をさ、やつがこうほどいてこうずっと見せるんだけど、巾着とこう置いてさ、上をこう縛りをこうほどくとさ、ひょっとこう開いてくるじゃない、で要はその巾着の中にこう人形がこうスーッとこう入ってて、頭からこう見えてくるわけだよな、うんうんうん、でこう巾着の口が開いてスーッと見えてきて、ちょうど顔がこう出たぐらいのところから、はいはい、突然ね、なんかそのどっからともなくなんだよ、そのもしかしたら
本当にその頭の中に響いたのかもわかんないんだけども、うん、チリーンっていうその鈴の音がこう聞こえたと同時に、うん、清丸はいずこじゃっていう声が聞こえたのよ。清丸はいずこ、うん、その雰囲気っていうのは決してそのおひな様は可愛らしい女の子っていうね、うん、感じじゃないんだよな。もう本当にその年の頃で言うともう40後半にもなったようなその、うん、割と年配って言っちゃいけないんだそういうのね、うんうんうん、そういう女性の声だったんだよな、うんうん、それがこう聞こえたわけで、俺それを聞いた途端にうわこれはダメだっていう、もうその人形を帯なんを捨てた時点で何かが、うん、もうおそらくその娘に、うんうん、娘さんにかかってってるって俺思ったんで、なんか周り出してる気がしますね、うん、で本来のその相談事っていう、はい、それは何なんだっていうところで今度言及するわけで、うんうん、大元にね、その男の、うん、はい、そうするといや実は俺もこんなものを持ってちゃまずい、まずい、これは絶対ダメだって家に置くべきじゃないってのは分かったんだけども、うん、うちの娘はとにかくね話さないんだってわけ。うん、ね、そこね、かなちゃんって言うんだよ。かなちゃん、はい。で、うちのかながね、もう何をやっても話せないんだよ。新しい人形を今から買いに行こうかって言っても、うん、じゃあこれも一緒にってこう持っていくんだって、持っていこうとするんだって。だから、かな、分かるよねって、それはお前のもんじゃないでしょ。うん、ね、うん、だからきっとお父さんお母さんがね、そのうちにいてきっともう探してるから、うんうん、だからダメだよって元のところ返しに行こうねって言っても、やだったらやだと思って話さないってわけよ。うん、でね、奥さんとその話をするわけじゃない。でも、はい、おかしいと思わんかとか、いや、もう君が悪い、私も嫌だから、なんとかしないとって言って、うん、その持ってきた日の晩に、うん、かなちゃんが、その、おひな様をこう、抱えたまんま、寝についたと。はい、うん、だからその間に、こうもう子供なんか寝ちゃったらもう何したって落ちないからさ。うん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 、だからもう、その、奥さんが、添い寝してなんか昔話なんだりして寝かしつけた後にスーと寝だしたらその人形をこう取ってどっかに隠しちゃって、それでその次の日でもその返しに行こうっていう考えだったらしいんだな。それでその奥さんが一緒にこう添い寝してるじゃない。でその彼女を寝かしつけるじゃない。でそれまでは彼女はこう人形を抱いてるわ。するとそこへこう布団をかけてあげて、うん、で寝たらその布団をこう取って、うん、ね、めくってその人形をすると取ろうとするじゃない、うんうん、スースーと寝息を立て出したから、はい、その人形をもう今のうちにそっと取ろうと思って布団を剥いでみても何してみてもないってのよ。え、人形はないんだって。いやおかしいんだよねって、もう本当にどこを探してもないって、そんなに広い寝室なんかないわけで、はい、ね、なのにどこにもないんだと、それ気持ち悪くなっちゃってどうしたんだと。これをだけどもうとにかくその娘が寝てる間じゃないとまた起きちゃったら人形人形になっちゃうので、なんとかその寝てる間に探そうよって、探そうよどころか亡くなった人形というもの自体がもうその気味が悪いわけだから、とにかく探したいわけで、で家中引っかき回すんだけど、普通考えたってたった今まで目の前にあって今布団1枚のめくったそこにあったはずのものが見えなくなってるのに、タンスなら調べたってしょうがないわけじゃない。うん、そうです、ね、でしょ、はい、うん、だからその調べるところも限られてるんだ、うん、困ったなって言って、その旦那は旦那でなんかこう茶の間のテーブルの下を見たりこうするんだけど、こんなところにあるわけねえんだよ、どういうことなんだろうなと思ってたら、うん、今までそのかなちゃんの部屋を探してた奥さんがこうスーッと出てきたんだって、うん、でな、やっぱりないんだよ、どこ行ったんだろう、おかしいよなって言って、ひょいっとその奥さんの顔を見たら、うわ、ん、ーって口を押さえるまんま、うわーって声にならない声上げてるんだって、はい、で、なんだお前どうしたんだって言ったら、うーんって指さすんだって、その旦那の後ろをね、はい、なんだよって振り向いたら、はい、そこにそのすごい高いところにその自分のお父さんの、そのお父さんの代からずっと、まあ、商売やってる家だから、うん、ずっとその祀ってる神棚があって、うん、古い神棚だよ、はい、ね、その神棚の上にちょこんと乗っちゃってる。うわ、よりに
によって神棚ですか、うん、それでもうそんなところへ乗せるなんてありえない。その旦那だってでかいんだよ、うん、だけどその旦那でさえも背伸びしないと上がらないぐらいのところらしいんだよ、うん、どんだけ高いんだと思ったけどさ、うん、そうですね、そう、それでこれはただごとじゃないっていうことになって、うん、でここまで話こういうやつがこう話す、ちょっと待てよって言ったの、うんうん、いや分かった分かった、その顛末は分かったけども、はい、いやそれ気味悪い人形がここにこれでしょって、うん、そうだよ、あそうですよね、そう目の前に、はい、えなんでこれが今ここにあるのって言ったの、うんうん、えって言うから、うん、いやいやそれだけそれ気味の悪いことが起こってるって、今これ現に目の前にあるってのはおかしくないって、うん、もしそれは本当にそんなことが起きて今この目の前にあるっていうことは神棚の上から取ってもう何日も何日も経過してるわけでしょ、そうだよって、うん、ね何日もじゃないよ1週間以上10日以上経ってるかなって、だからその間になんでお前返しに行かないのって言ったの、うんうんうん、そしたら、うんうん、帰ってくるんだよって帰ってくる、うんうん、これをそうその娘にねどうなのって聞いたら、まあそんなにその遠くない、まあ幼稚園の子供がそんな遠くなんて行けるわけないんだからさ、うん、知ってるそのお寺だった、その裏にある、要はそのお家といったと、まあ要はその祠だよな、祠というか、何かその祭る系のものなわけでしょ、うん、お社なわけでしょ、はい。で、そこへこうポンとお家に自分がその戻しに行っても、うん、帰ってくるんだ、その日の晩には。うわ、その日の晩そう、その神棚にはあるんだってわけ。ああ、うん、そうなんですか、うん、え何回か返しに行ってるんですか、うわそれでもこれはただことじゃないし、まあ、本来であればそのご住職にねお寺の関係者にその話をして、はい、すいませんでしたって言わなくちゃいけないんだけども、うん、もう一体をなくしてしまってる以上俺なんて言っていいか分かんねえんだよ中村ってわけ、ああなるほど、ね、そうそうそう、そこか、そうだから男らしくないかもしれないけども、うんスーッとそれは元あったところに戻してきてって俺は思ってたんだよなってばっかだなお前って言ったわけ、うんうん、お前それは本当にカナちゃんがもしかすると良くない流れになっちゃうかもしれないよって言ったらどういうことよって言うから、カナちゃん元気かって言った、うん、いや、まあ、別に今お前にそう言われたからそう言えばって言うんじゃないんだけども、うん、実はもうここのところ何日かもずっとその夜泣きがあって、ほんで目の下にクマができてるけど、かなちゃんちゃんと寝てるお父さんってその幼稚園で聞かれるんだよ俺って、うん、で、寝てるんだよ寝てるんだよ寝てるんだけども、うん、寝不足いかにも寝不足っていう感じの顔で幼稚園から帰ってきても、もうとしてるし、うん、お前がまずいってで、もう今日どうしてるって、いや今日幼稚園行ってるよお前って、うん、ちょっとお前奥さんに電話してさ、ちょっと早引きさせろよって言った、うんうんうん、なんでって言うから、お前ね、お前がいくら返しに行ったってダメなんだよ、問題なのは池に投げちゃった帯なの俺だからって、うんうんうん、あいやそれは俺もそう思ったんだけどさって、あ分かった分かったって言って奥さんに電話した。で、その早引きさせて、途中のところでもってこう待ち合わせして、で、一緒にその、捨てちゃったっていう池へ、うん、その子先導のもとに行ったんだよ。ああ、うん、すごい。うん。そしたら、まあ、ちょっとこう、うん、ちょっとしたこう足が生えてるようなさ、そんなにその大きな、でっかい池とか、沼とかっていう感じではな、まあ、そうだな、ちょっとちっちゃい池って感じかな。うん。うん、っていうか、うん、場所だったよな。はい。だから、かなちゃんって言ったの。から、うんって様子がおかしいのよ。ね、うんうんうん。うん。かなちゃんさ、あの男の子のおひな様を投げちゃったんでしょって。ね。でそれをその父親がさ、やつが言うわけだよ。うん、なかなちゃんどこへ捨てちゃった？やっぱりかわいそうだから、なんとかしないとダメだとは思わんかって。うん。うん、そしたらそのかなちゃんが、うん、って泣き出したわけ。ね、うん、冷たいよ寒いよって言ってるって、だからもう、うん、もうカナが投げちゃったものだから、カナがちゃんと探さなくちゃいけないんだよねって言って、だから俺、うん、やつにね、うん、
あのさ、これ後始末ってんだよお前な、自分でやったことは自分できちっとケリつけなくちゃいけないんだって、だから自分で取りに行かさなくちゃダメだぞって言ったら、うん、え、だって水の中にお前投げたって言ってんだよって、いやだからな、そんなに深くはないだろって、だから万が一危ないと、じゃあ俺たちでって助けに行けばいいんだから、とにかくそこまではな、本人にやらせないとダメだぞって言って、そしたらもう本人もそれ分かってて、うん、自分で取りに行くって言ってジャブジャブ入ってったんだよ。あ、偉い子ですね、うん、腰ちょっと下ぐらいまで行ったかな、そしたら、うん、ふっとこう見えたわけだ、それを奥さんが見つけたんだよ、あれじゃないって言って、うんうんうん、こんななってこうね、頭を斜め下にした感じでもって、うん、でそれを拾ってさ、したらその彼ちゃんが一生懸命その泥をこう水でこう洗うんだよ、うん、あんまりこうすると漆喰だからさ、うん、うんうんうん、だからもう取れちゃうから、うん、いいよもう大丈夫大丈夫大丈夫って言って、うん、やっとそれで2つ揃ったわけだ、うん、それでそこのお寺に持ってって正直にちゃんと話して、はい、でちゃんとこうそれから供養してもらって、なんだかこういろいろ手段があったらしいよ、うんうんうん、で収まったんだ、はい、それからね1週間ぐらいした頃かな、うん、またその男の方から電話があって、はい、うん、いやこの間悪かったなって言うから、いや悪くはないよって、どうだその後奈々ちゃんどうよって言ったら、うん、あもうすっかりもうぐっすり眠るようになったし、うん、よかったよ、だけどさ中村、本当に本当にこういうことってのはあるもんなんだなって言うから、いやいやあるもんなんだなって、まあそれを今回ね自分で体験してしまったわけだから、うん、実感できたんじゃないって言ったら、うん、いや違うんだよって言う、うん、お前さうちの娘のさ甲にさ、手の甲に、はい、大きな真っ赤なあざがあったの、お前気づいてたって言うから、ああ知ってる知ってる、うん、あれはだけどお前その生まれた時からっていう前に聞いてるじゃないかと、そうなんだよって、はい、うん、実はなその人形をお寺にこう納めたその後に、うん、そのあざが、うん、まるでこう薄いかさぶたを剥がすみたいにプロ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 と取れてきて、何日かで、はい、綺麗になくなっちゃったんだよな、うん、そうなんですか、うん、だこれね、そうなんだよ、だから これは何とも言えない話なんだけどもさ、要は、うん、その自分でこう投げちゃった人形を、うん、またはその持ち帰った人形を元通りに戻したからあざが消えたっていうのもなんかおかしな話じゃない、うん、でもどこで関連してるのかでしょ、ね、だからそれをずっと遡って考えていくと、こうプラスで考えるとだよ、はい、そのお雛様は、うん、かなちゃんのこのあざを取ってあげるのが目的だったんです、うん、しっから、ああ俺はそう考えたい、ああなるほどなるほど、うん、だからまあちょっと回りくどいいろんなその手段はあったけど、うん、もうその尾びなを投げられちゃうのはもしかしたらちょっと予想外だったのかもしれない、うんうんうん、お雛様にするとね、うんうんうん、だけども何かそのお雛様と触れることによって、まあ、土でできたね、うん、本当にこうもともと土でできたような人形でしょ、そのお雛様ってのはね、はい、今みたいなきらびやかなこんななんかこう十二人絵を着てっていう、そんなんじゃないじゃない、うん、昔のだから何百年も昔のね、うん、そうですね、だからもしかするとその、うん、いつもそこで遊んでる、まあ、彼女ちゃんの姿を見てて、でこのあざをねちょっと気にしてて、ああ女の子なのになっていうのがずっとあって、うんうんうん、なのかもしれないよね、ああなるほどね、そう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 、そうか、それたまたまそういうことがあって、うん、でちゃんと後始末して偉いぞで、じゃあついでにあざ取ってやるっていうよりも、うんうんうん、そっちの方がしっくりきますね、だと思うんだよ、だって、うん、他にも女の子いたでしょうしね、多分、うんうん、そう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 、うん、はあなるほどね、うん、もう今はね、うん、何もないらしいよ、もうね、ずいぶん前の話なんだけども、俺の、友達が、友達ってまあ後輩になるのかな、うん、あるその大学の中での、心霊研究部っていうのが、ある大学にあったんだ、うんうん、で、ここの、要は、大学の中でちゃんとその部になる、サークルになる、部になるっていうことになると、はい、ちゃんとそれのその結果報告、っていうのをその研究結果っていうの
ね、うん、学校にあげないと予算が降りてこないくなるじゃない、うん、なるほどなるほど、うん、はい、それでその心理研究部では何を研究してたかっていうと、うん、さっきね俺が言ったようなその心霊スポットと言われてるところへまずこう行って、うん、ね、写真を撮りのさ、うん、ね、でそこで過去に何があったのか、実際に幽霊が出る何がしか、その例えばその何年前に、うん、ね、こういう人がその亡くなってであるとかっていう裏を取っている、うん、ね、でそれを一つの研究結果として大学に挙げてたんだ、うん、ああ形にするんですね。そうなんだよ。だからここのその顧問だった先生っていうのがなんかそのお坊さんの資格を持ってるっていう人で、うんうんうん、ですごく一生懸命協力してくれたんだけども、はい、この先生が退職することになって、うん、である日その心霊団なんだろうっていうことに全くその関わったことないんじゃない、この人、え、この大丈夫なのと思う先生が来たんだって、顧問の先生として、うんうん、ついだんだって、うん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 、だその途端に、はい、学生たちとバーンとぶつかったんだね。ああ、うん、なんかでもありがちですね。そうでもね、俺はねその話をその彼らから聞いた時になるほどなって、実は俺もそう思ってたよっていうことをその先生が言ってたんだよ、うん、何かっていうと、はい、次元報告なんだよね。ああ事件報告、事件報告のその、うん、研究報告として挙げてるその書類の内容っていうのが、うん、何年の何月何日にここで何々がこういう事件によって殺害されました、また自殺で亡くなりました、交通事故でここで亡くなりましたっていうのをただ挙げてるだけ、うん、うんうんうん、だからその新しくついたその教論っていうのはそこに異論を唱えたわけさ。ああなるほどね、うん、君たちがやってることは決して心霊研究なんかじゃないよと、うん、あくまでもそこで何が起こったかっていう事件報告でしかないじゃないかって、うん、それじゃあ悪いんだけども、うん、僕はもうとてもじゃないけど予算は請求できないと。あ、これはでも正論ですね。正論だと思うそれは。うん、でね、どうしようってその学生たちにすると、うん、今までだってそれでずっとやってきたのにと思うんだけども、要はそれっていうのは緩い中にこう甘んじてこういただけの話であって、うんうんうん、毎年その頃になるとはまたそろそろレポート書かないとねっていう感じで進めてたわけでしょ、うん、それは良くないよな。そうですね。そう、はい、そこでね、うん、その先生がね突然こう言い出したんだって、うん、研究なわけだから研究しろよと。それに対しては僕も力を貸すと。じゃあどういう何ができるんだって考えた時に、うん、心霊スポットっていうのは要はその事件現場とは限らないんじゃないかっていう、その心霊スポットを作る研究をしてみたらどうだって。作る研究、これ新たな視点ですね。俺それ聞いた時、え、誰か殺しちゃうの本当の俺違いますよってそうじゃなくて、はい、人の噂によって本当にその心霊スポットっていうのはもしかしたら噂だけが一人歩きするんじゃないかっていう、ここをじゃあその噂が立ったところに本当にそういう現象が現れるのかであるとか、これこそ研究でしょ。いや、その通りですね。でしょ。あ、すごいすごいすごい、頭いい。かといって公共の場所、例えばその何々の柱、これはもう公共の場所だからね、うん、ここに勝手にその噂を立ってしまうわけにはいかないから、うん、どうしようとこう考えてたけど、はい、そしたらその先生が、うん、実はな、俺の父親がもともと持ってた古いその古民家が、うん、千葉のある山奥にあるんだよって、うん、民家、うん、そこを自由に使って構わないし、うん、古い建物だけどもちょこちょこっと掃除をするだけで、お前たちがその研究のために行って寝泊まりする分には全然構わないから、うん、だからそこ使ってみたらどうだっていうことになった。そりゃすごいやって。すごいですね、うん、面白い。でその家をその先生ともと見に行ったと、はい、そしたら本当にその古い日本家屋なんだけども、ちゃんとその庭もあって垣根もあって、うん、すんごい雰囲気がいいんだって、うん、でも確かにその人里から離れてるし、周りにその商店があるとか、すぐその隣人がどっかにいるとかっていうこともないと。あ、もう本格的に山の中なんですね。もう山の中の一軒家ってポツーっとあるなって、そこに。へ、
さてそこでどういう噂を立てようかと彼らは考えたわけです。楽しそう。どういう噂を、うん、おうおうおう。そこでその考えられた話っていうのは、はい、あるそのカップルが道に迷ったと、うん、ね、うん、で道に迷ってそこの道をずっと入ってきて、ああこれ違うや、ここの道じゃなかった、どっかで U ターンしないとなと思いながら進んでくるんだけども、道がその狭い、それに運転してる側のその運転もいまいちおぼつかない、うん、っていうんで、そのなかなか U ターンできるところがないまんま、どこで U ターンしよう U ターンしようと思いながらずっと一本道を進んできてしまったと、うん、でたまたまふっとこう見つけたところ、その家があったわけだ、うん、家の間口が開いてるわ、その敷地の入り口が開いてるわ、はい、そこで U ターンしようとして、その頭を振ってケツをこうバックでこうその敷地に入れて、うん、さて出ようと思ったのにポツンとエンジンが止まってしまったと、うん、ね、それでそのルーミラーで何気なくその家の方にふっとこう目をやったら、うん、家のずーっと、まあ、もちろん空き家なわけだからカーテンも何もしてないじゃない、はい、縁側にあるその張り巡らされたガラスの内側から何かその近づいてくるのが見えたと。でとこう実際に見てみたら、なんとそこにその大きなその顔がブワーッと近づいてくるのが見えたんだよっていう噂を、うん、例のいろんなその、大きな掲示板があるじゃない、はいはい、またちょっとそこでちっちゃい掲示板があったり、はい、ね、っていうそういうところへ一気にわーっとその部員たちが一気に書き込んだ。でそれによってどうしたかっていうと、他の部員たちが実は俺も見たとか、うんうん、やっぱりそうだったのかとかっていう、そういったレースをバーッとつけていく。あ、うん、名前変えたりいろいろして、うんうん、あうまいうまい。これをねずっとこうやっていくうちに、うん、ふっとやっぱり、あなるほどな、やっぱりなと思う現象が現れたってわけ、うんうん、俺も行ってみたんだけど、はい、うん、青い屋根の家だよねとか、うんうん、そうそう青い屋根青い屋根ってなんかそんなこと書くやつがいる。全然違う、変わらなんだよその家って、うん、なやっぱりなんてこう絶対それにこう同調してくる連中ってのはいるもんだよなって思ってるうちに、うん、一つの流れができたってわけ。お、うん、どうも、はい、その曲がり角であるとかいろんなその立地的なものをその書いてるところを見ると、うん、あこの人間本当に行ってる、そこに行ったんだって人たちができた。その頃にはもう部員たちのこの桜の書き込みは一切禁止にしてたので、へ、うん、もう一般の人たちからの投稿を毎日こう確認する日々がこう続いたわけだよ、はい、とその中であるのは、はい、奥から大きな顔が近づいてくるなんてのは一つもなくて、うん、その縁側があるじゃない、その縁側の一番突き当たりにはトイレがあるんだよ、うん、古いトイレがあるらしいんだけど、うん、そこからその一人の老婆がふーっと現れて、それがそのずーっとこっちへ向けてこう滑ってくるっていうね、うん、そういう話で俺も見た俺も見たって、いや俺もすっげーおっかなかったとか写真に撮ったとかっていう話までどんどん上がってきて、うん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 、なんだこれと思ったので、なんか大きくなってますね。そうそうそう、うんうん、えそんな話お前、おい誰がこんな話書いた、知らん知らんですって、もう勝手にほら一人やり始めたよって言った頃に、はい、その教授ともども一回ちょっとその家行ってみようって話になったんだ、うん、まあ、万が一なんかガラスとか割られても困るし、うんうん、とにかくちょっと行ってみようってことになって行ってみたと、はい、そしたらね、そこの家に近づいた途端にものすごいもうバケツひっくり返したみたいな雨があって、バーって雨が出、だからもううわーこれお前いくらなんでも今ちょっと降りちゃって、さらにこの鍵をガチャガチャ開けてやってるうちに本当にそうだ、ぬねねずみになっちゃうから、うんうん、どうせこれとパッと取り過ぎちゃうから少し雨足弱まるの待とうよって言って車の中で回ってた、うんうん、そしたら一人の女の子はなんだろうなんだろうって言い出して、うん、でそれをこういきなりバーッと雨が降ってる中でもって突然うーん、まだ後ろの席じゃん、うーん、窓開けるんだって。うんうん、おー、ちょっと車、雨入っちゃう中にって言っても、無視して、デジカメで持って、バチ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 って撮ってるんだ、なんか。撮ってる方向っていうのが、ちょうど今車がその敷地の中にこうバックでずっと入ってるんで、うん、右の後ろ側にこう家が、その玄関があるんだけど、うん、玄関がちょっと飛び出してる、うん。飛び出してる向こう側、ちょっと凹んだところに、ずっと縁側があるわけだ。うん、縁側にはもちろんガラスがずっと入ってる、そっち方向を取ってるんだったっけ、何やってんだって、どうしたんだよっ
って言ってるうちにまたブーッと窓が上がったんで、何やってんだよって、濡れちゃったじゃないか俺車の中ってその持ち主が言ったら、はい、ちょっとこれちょっとこれ見てくださいって言うんだって。おで液晶画面をこう見てみたら、はい、本当にその何かを感じたから写真を撮ったって、何かが見えたから撮ったんじゃないんだって、うんうん、何かふっと感じるものがあったからこの写真を撮ったと、うん、で何枚も何枚も撮るんだけど、連写でチャ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 って撮ったわけじゃないんだよね、うんうん、何枚も何枚もこうシャッターを押しながら撮ってるから一応こう連続みたいにはなってる、うん、一番奥の方から何かうーっと現れたと思ったら、本当にそのもうぐーっと頭を下げたような、うんうん、そのばあさんの姿があって、それがこう一枚一枚こっちへこう近づいてくる、廊下をね近づいてくる。一枚だけじゃないんですか。そう、連続で、うん、うーわ。でそれが一番最後にはその出っ張ったこの玄関のこう出っ張りのところの影にこう隠れる感じで見えなくなったんだったわけ。本当わーって言ってるね。ねえ、今このこのタイミングで、ね、タイミングでちょっと開いたタイミングで、うん、パキパキって、うん、そうだから、いやー写真あんのって言ったら、うん、見ますって言ったから、うん、いやいやちょっと見してよって言った、うん、したら、いやいや、あのでもね中野さん、本当に俺たちはその頃ってのはまだデジカメがそんなにメジャーじゃなかったからね、本当にこれはねマジですからねって言うから、なんかマジですからね、マジですからねって言うから、いやいいから分かったからちょっと見せれよ、見せてもらった、うん、で一枚一枚見ていくとね、何枚あったかな、一番最初になんかわけのわからないぼやもやっとしたものがこう、まあもちろん雨がバーッと降ってるしさ、これもしかしたらこう窓を開けててレンズに雨粒かなんかがついたんじゃないなと思うところから始まるんだよ、うん、最初、うんうんうん、でそこからこうブワーッとそれがこう人の形っぽくなって、そう、それでそれがこうこっちへこう進んでくるんだけども、一番最後にポンとこう玄関とかにこう隠れるじゃない、はい、本当だと思いながらこう送ってこう一枚一枚見てたんだよ、はい、で玄関とか隠れたその後に、はい、何枚かこう何も写ってない写真があるんだよな、うん、2枚ぐらい何も写ってない写真があったから、うんうん、ああもうここで終わりなんだなと思って、最後のポツンを進むっていうボタン、ポツンを押した時に、うん、すぐこの目の前にいるみたいな、うん、おー、そうなんですか、うん、うーわ今ゾッとしたうーわ、もう本当にこれね、まるでちょっと安っぽいホラー映画みたいなくだりだけどね、本当にこれはね、嘘でもあるんだなと。もうその、なんていうの、玄関の出っ張りのところからムッと出てきたとかじゃないんだよ。まるで本当に突然、駒を置いて、ポンとここにいる感じなんだよね。うわ。でもね、その大きさたるもの、普通の人間の大きさじゃないんだよね。例えば、普通の人間の大きさだと、俺はね、はい、普通の大きさだよ、俺は。そうです、ね、例えばじゃねえんだよ、そんなそれ大きさ普通の大きさだ俺、ね、普通ですよ、そうそう、はい、こう二回りぐらい大きい感じかな、はあ、うん、そうなんですね、そう、しかもこれがパッと見てうわーってびっくりしちゃうほど明確じゃないの、これなんでかっていうと、うん、最初にこうあないないあここで終わったんだなっていう流れで次のその送るボタンをポンと押すと、わけのわかんないものが画面全体にバーッと、これ何が映り込んでんのこれと思って、はい、こう遠ざけたり近づけたりすると、うん、なんとそこにくっきりそのばあさんの姿ですって、ああそうなんですね、そう、近いからわからない、ああへえ、そう、それ後ろは透けてるんですか、多少、いや透けてる透けてる、うわ、でだからこの話何を物語ってるかっていう、まあその彼らがすごいその研究結果をその要は上げることができたわけだけどね、うん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 、噂によってそこにその何かが集まってしまうっていう、これナポレオンヒルじゃないけどもさ、うん、思考を実現するっていうのはそうですよ、良くも悪くも実現するんだよ、うん、そういうことなんだ、いや、やっぱ人の思念が場を作るんですね、そう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 、そうなんですよ、うん、そう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 、そうだからさ、その一人かくれんぼっていうのがある、一時、うん、なんかそんなような話が流行ったじゃない、うん、はい、あれだってなんか元を正せばどっかのその大学生のある程度サークルが、うん、そんなことをこう考えたらしいだよね、もともとはね、それがのこうまことしやかに何かその高齢実でっていう感じになってはいるけども、でも実際にそんなことをこうやってみた結果とんでもない目にあったっていう人たちの報告ってたくさんある、うん、ありますね、わけだよね、はい、うん。
だから何かこうあそこには幽霊が出るんだよって本当かよって言ってそこにこう幽霊が出るんだって中にはえ、うん、出るんだったら見てみたいって思って行く人たちもいるわけでしょ。だからその思いだよな、うん、その思いがそこにどん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 蓄積していくと、うん、そこにその絶対にあるはずのない何かを作り上げてしまう。そうなんですよね、うん、それぞれの思いが世の中っていうか自分の周りのこう現実を作ってしまうっていうその研究結果ってすごいですね。すごくスピリチュアルなこと言ってるなと思って、ね、そうそうそう、もうこれはぜひちょっと聞いてもらおうかなって。俺の友達で関東の割とその北関東だ東関東にあるのかな、うん、の方にいるある友人がいて、はい、この男からね実は前から割と俺の地元でちょっとお前階段ライブやってくれよっていう話をずっともらってたの、うんうん、だから問題なのはさ何回も言う通りで、はい、本当にそれをそのある程度の、集客のラインに乗せようと、うん、ね、うん、収益のラインに乗せようとするといろんなその絡みが出てくるじゃない、うん、まあ現実的に考えるとね、うんうん、そのあくまでもその趣味の域で怪談ライブではなくて怪談会としてやる分には、うん、だから5人でも6人でも集まってみんなでなんかお菓子でもつまみながら酒でも飲みながらやればいいんだけども、うんうん、でもそれをやっぱりその一つのライブとして興行としてやるからには、はい、それなりにその人が集まってくれなきゃ、うん、結局足が出ちゃうでしょ。当然そうですね、うん、でそれをその男も分かってて、うんうんうん、でいやお前に来てやってもらうからにはやっぱりちゃんとした興行として迎えたいし、うん、開きたいし、うん、なので、うん、その前にどのぐらい、うん、そういったものでその人が集まるのかまたはどういった形でやるのがいいのかっていうのをちょっと俺なりに試してみようと思うんだよってわけ、うんうん、試してみようっていうのはどういうふうに試すのって言ったら、うん、俺その時初めて知ったんだよ。初めて知ったんだけど、実はね、その男ね、もともとはその車つながりなんだよ、はい、ね、乗り物つながりなんだよ。車でもバイクでもつながってんだけど、うん、なのに、うん、階段好きだったんだね。ああ、それ知らなかったの。そうなんだよ。ただそれまではあくまでも、まあ、俺がこんなことやってるのを知ってて、うんうん、で俺の地元でもって言ってくれてるんだなと思ってたのに、うんうんうん、実はその本人も好きだったってその時わかるっていうね。いいですね、うん、こういったものも、まあ、一つの楽しみではあるんだけども、うんうん、それでその俺自身にもいろんな体験があるし俺の周りにも、うん、そういったものの体験を持ってるやつがいっぱいいるんだってその時初めてこうカミングアウトされて、うんうんうん、それは初耳だったけども、それでって言ったら、うん、だから俺がそのライブというよりは本当にその持ち寄りで、うんうん、いろんな飲み物であるとか食べ物であるとかをみんなで持って持ち寄ってわざわざっとこうまるで同好会形式みたいな感じで、うん、階段会を開いてみようと思うんだよってわけ。おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。ご自身で。うん、おーおーおーすごいすごい、うん。いいじゃないって言ったの。うんうん、そしたら、うん、それでね、うん、ちょっといろいろと報告するからさ。でそれによって、まあ、例えば10人集まるとすればさ、極端な話で言えばだよ、うん、10人人が集まるとすればまたすでにやるからねって言ったよりに10人が1人ずつ集めてくれたら倍になるわけじゃない。うんうん、そうですね。そうでしょ、はい、うん、だからそんな感じでやれればいいなと思ってんだってから、うん、なるほどね頑張ってくれよって、うん、なんか手伝えることあったら言ってねって言ってたの、はい、それからねしばらく経った頃に、うん、この男から俺のところに連絡があってちょっとさこっちまで来てくれとは言わないから、うん、お前時間が空いてる時にちょうど中間地点ぐらいでどっかで会えないって言われたから、はい、いいよいいよいいよって言ってちょうどそのうまいうどんのある町があってね、うんうん、じゃあそこへ行ってひもかわうどんとか大好きなんだよ幅の広いさ、うん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 、じゃあそんなのを食べつつちょっと話しようよって言ったら、うん、まあ そうだな、うん、なんか浮かないんだよ、うんうんうん、何って言って俺はそこの部分を聞いたら、はい、まあ、美味しいものを食べながらっていう俺的にはそういう心持ちじゃねえんだよなって言うから、うん、あなんか良くないことなんだろうなっていう人が集まんなかったとか、うん、なんかトラブルがあったとか、うん、そんなことなんだなと思ってたわけ、はい、そしたらね、うん、実際に行って話を聞いてみたらねなんとね、うん、当日そのやつがやったんだよ。その会談会やったんだよ、うん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 、やったその日に、
とんでもないことが起きちゃってるんだね。とんでもないこと。その話だ。そっちでしたか。うん、おーおーおお。いろんなところにそのパソコンでこう作ったなんとかっていうなんかそのチラシを作るようなそのアプリじゃない、まあ、その頃はソフトかな、うん、そのアプリケーションソフトがあって、はい、それを使ってそのポップをバーッとこう作っていろんなところに自分の知り合いの店だとかなんかに置いてもらったと、うん、でそれは何かって言ったら会談会をやらせてくださいっていうやりませんかっていう。ああ。うん。本当だったらその公民館であるとかそういうところを借りればいいのに、はい、そういうとこじゃなくてやっぱりなんかちゃんとした、ライブバーみたいなライブハウスみたいなそんなものがその街に何軒あるのか知らないよ俺は、はい、知らないけどもだけど、はい、そういうやっぱりお店でやりたかったってわけよ。こだわってたんです、ね、そう、うんうん、それでそのいろんなところにこうアンテナを張ったんだけどもやっぱりいつになっても、うん、うちでやっていいよっていうあれがなかったと、うん、で出てきたとしても、うん、1時間いくらねとかうん、そんな感じになっちゃうのでいや今回はあくまでも会談会だからみんなでいや逆にそこにお金払うようになっちゃうからそれじゃ人集まらないから、うん、どうしようかなと思ってたんだって、うんうんうん、であるところにこう張り紙を貼らせてもらおうと思って貼ってたらちょっとって声かけられたので、はい、あれダメですかこうやったらって言ったら違う違うそうじゃないんだ何その会談を語るわけって言われたのが小老の男性 で、はい、で、あ、そうなんですって別にその今回は有名な人が来るとかなんかその名人が来るとかっていうことじゃないんですけども、うんうん、あどういうふうにって聞いてきたので、はい、いやその前に何ですかなんかそういうお店がご存知なんですかって言ったら、うんうん、僕がね今やってないもともとバーをねこうスナックのようなバーのようなものをやってたんだけど、うん、今やってないんだよって、うん、そこをもしあれだったら貸してあげようかなと思うんだけどって言われて、うんうんうん、ああそうなんですかいやありがたいんですけど何だってその予算がないのでいやいや勘なんていらないよってうん、うん、すごい、うん、ただもうねしばらくやってないんで中はその埃だの何だのがあるんで、うん、ただそれを自分で掃除してもらってねで周りにその迷惑をかけないようにやってくれるんだったら構わねえよってこう言われたのって、うん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 、はあ、そのじゃあぜひよろしくお願いしますって言って場所はって聞いたら、はい、なんとその隣町だったらしいんだよね。あ、うん、ただそのやっぱりなんていうのかな今の時代だからさその隣町まで飲みに行くってことはないじゃない、ね、まあ都内なら別だよ、うんうんうん、だけどやっぱり例えばなんかどっかなんかいっぱい飲むってやったら近所のなんか居酒屋だったりとか焼き鳥屋だったりで済ましちゃうわけじゃないですか、うん、そうですね。そうじゃなくてあくまでもそのスナック的なものだったと、うん、話を聞いたらね、うん、それでそこの店じゃ教えてもらってその行ってみたら、うん、本当にその外れで周りに全くその周りに迷惑をかけるも何も、うんうん、もう全くその人家もないようなね、うん、ポツンとかあるんだったり、うん、でそこで中を開けてみたら、はい、もうその本当にもうほこりだらけで、はい、ああこうですもう座るだけでもってこの辺がこう真っ白になっちゃうじゃないこれじゃっていう掃除しなくちゃダメだなっていうんでやっぱりもうそっからかかったらしいのよ、はい、で当日なんだかんだと思って結構人数が集まったので、うん、でその早めに行ってでそのオーナーさんっていうのはその上に住んでるんだと、うんうんうん、店の中こう入ってってでその奥にある階段から上こう上がったところが住居になってて、はい、でそっからひょこっと顔出してあ来たね今日やってくれて構わないからねって僕上にいるんで何、うん、かあったら声かけてくれればいいけども勝手に上がってこないと困るんだな、うん、だから何かあったら下からすいません声かけてくれればいいからねってじゃあ火の元とか気をつけてやってくださいよってでああすいませんよろしくお願いしますって言って、はい、やつを掃除始めたわけだ、うん、ある程度きれいになってよっしゃこれでもう大丈夫でしょうと思った時にまあ外にこうそんなにこう看板ちょっとこう分かりやすく置いてね、うん、人はどんどん集まってくる、はい、でいざ始めてしばらく経った頃に上のその階でね要はそのおじさんがいるオーナーさんが上にいるでしょ、はい、ドスーンドドーンズリ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 ドドーンドスーンと落とすのってミシミシと氷がパラパラ落ちてきたりするのやってる側もおぉびっくりしたまただよって何やってんだろうなって、はい、なんか具合悪くてさ、うん、なん
こう苦しんでるんじゃないよねっていう意見があったので、はい、ちょっと階段のとこ行って、あすいません大丈夫ですかって声かけるんだけど何も返事がないと、うん、なんだろうねって言ってたんだって、うんうん、だけど勝手に上に上がってくるなって言われてたし、うん、うんまあ大丈夫でしょう、まあ、何かあったら逆にね上からちょっと助けてくれって言われれば上がってきゃいいしってそのこと言ってたらしい、はいはいはい、でやっぱり俺のそのやり方と同じで1時間に1回ぐらいこう休憩入れながらやっていくじゃない、うん、で何回目かのこの休憩の時にみんな外でこうタバコ吸ってたんだってわけ、はい、そしたらスッと1台こうパトカーが来たと思ったらスッと行き過ぎたのが1回ぐーっと戻ってきて、うん、そこがこうピュッと止まるなって赤灯回して、うん、で、うん、おまりさん降りてきて、はい、君ら何やってんのそこで、うん、って言われたんでその趣旨を伝えたと、うん、実はこれこれこういうんでって言ったら、うん、いやちょっと待て待て待てちょっと待て待てって言ってるうちになんか次々にパトカーが来るんだって、うんうん、でどういうことですかお前さんあの上のオーナーさんにって言ったらオーナーさんあそれは違うぞそれはそのここのオーナーを語ってる多分まあこんな言い方すると悪いけどおそらく不労者だと思うなって。いやいや そんなわけないですよ上にいて何かあったら声かけてくれって言ってましたよって言ったら、うん、その警官の何人かがどれって言って上にガツ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 と上がっていくんだって、うんうん、そしたらこう降りてきてやっぱりだって上誰もいないって、うん、えいないですか。いやちょっと待ってくださいお前さん、いやだってさっきまでドスンボタンバタンって音してたんですよって言ったら、うん、いやそんなわけない、ここの店はとにかくダメだ、無断で入っちゃダメだから、ここは以前事件のあったところで、もうだからちょっと来なさいって言われて、その階段道路からこう見たら上ずっと上がっていったところの、そのもうこっから先住居っていうところにこうテーブル黄色いテーブルがまた立ったんですよ。うわー、うん、そういうことなんですね。そうそう、だからもう参ったんだよお前ちょっと。そしたらもうリアルなことなだけにさ、なんか気持ち悪くなっちゃって、やっぱりちょっとこんなことでよくねえじゃねえっていうような話に、いや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 、おなっちゃったんだよなって。じゃあその声かけてきたところからですよね。そうだよ。うーわ。いや、ここなんだよ、だからポイントなの。なんで声かけてきたのって感じ。いや、そうですよね。うん、そうですよ、うん。目的がないとおかしいですね。そう。そこなんですよ。なんでだろう、俺ほんとそれ聞いて思った。そのドスーンパターンズルズルっていうのは、うんうん、まあ実はその押し込みがあってね、そこでそのオーナー殺されてるらしいんだけど、うんうん、だそれっていうのはその時の音を再現してるわけでしょ。そうですよ、ね、うん、なんかやられて、うんうん、こういうことですよね、うんうん、うわだそれをその聞かせることによって何をどうしようと思ったんだろうっていう、ね、すごくその出口の見つからない感じの話なんで。そうですよね、うん、それが警察の捜査につながってどうのこうのでもないんですよ。ないない、もう事件があったって警察も多分分かってるんですよ。そうそう、何それ。大体その事件のあったところのね、物件がそのままになってるっていうのは、まあ、うんうん、郊外だからね、もしかしたらその持ち主不在っていうことになって、結局は名義変更も何もできない、解体もできないっていう感じなのかもしれないよね。あ、法律的にとかね、うんうんうん、あ、なるほどなるほど。そうだけど俺やつに聞いたんだよ、だから掃除するにあたって水道も使っただろうし、うん、電気だってつけたんでしょって言ったわけ、うんうん、そしたら、いやいや電気はね、あえてその時はそのろうそくの明かりでやったからねって。うわ、うん、え、それそういう風に仕向けられてる可能性ありますよね。そうだからバレないように、うん、だ水道は出たって言ってたね、水は。あ、出た、うん、不思議な話。この着地点のないのが一番リアルなんですよね、うん、なんかね、俺もこの話聞いた後から釈然としないなっていう雰囲気はずっと持ってたよね。何のためにそれを教えて、まあそれを言ってしまえばさ、その階段自体がね、いろんなそういう要素を持ってるんだけどね、その、うん、その膝で歩くっていうのに関しても、うん、いやそれを見せたところで、うん、ね、うん、
ね。そう、その目的がわからないですね。そう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 、困った話でございますね。何やったんやろそれ。結局はだからそいつのところでまあ未だにやってない。まあ たまにメールよこしたらいつか実現しようねとは言ってきてはいるけどもね。まあなかなか、まあそれによってリアルなその体験をしちゃったその彼らからすれば、ただねこれがね不思議なのはね、そのオーナーと会ってるのはその本人しかいないんだよ。ああそこはそうなんですね。でお客さんもその開いた主催者の人も友達から聞いただけ、でそのドタンと音は聞いてんだよ。あそれは聞いてる天井のね。だけど実際に、その街角でこうやり取りしたっていうのも、もちろん本人だし、その当日行ってじゃあ火の音気をつけてよって何かあったら声かけてねって、ね、そういう話をしたのも本人しかいないわけですね。ディスコの DJ をやってた時に経験したね、これもうなるほどなって自分なりにいまだにそうだよなと思うことの一つなんだけどね、その時にも話したんだけど、やっぱりその DJ やってる当時のね DJ やってる連中っていうのはみんないかにその新しいダンスナンバーを発掘するか命がけなわけだ。だからその営業開始前に必ずみんながこう輸入レコード屋さんに行くんだよって話したと思うんだよ。はい、してました。はい。で、まあ一つの、北の方の割とその雪が積もる町でね、新たなその店ができて、でそこに俺がその行くことになったんだな。はい。もちろん DJ だって言って集めた人たちってのは全員が全員全てが慣れた人たち。いうわけにいかないじゃない。そう、他の店から引っ張ってくることになっちゃうからさ。それとやっぱり何人かはどうしても、その、素人さんがいるわけだ。ね、その素人さんにも、その DJ を覚えてもらわなきゃならないわけじゃない。はい。で、今、その、現在はそんなことやってるかどうかわかんないけど、そのスクラッチでチカ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 っていう時代ではなかったから、大変だったんだよ、その頃の DJ っていうのは。本当に大変だったの。もういわばね、もう半分ぐらいはラジオのパーソナリティみたいなことをやってた。曲紹介とかもしてた、そうだよ、ね、曲紹介をやって、その例えばアーティストの経歴であるとか、何年前にはこういうその大ヒットがあってとか、またそのプロデューサーが誰でとか、そんな話をこうやってた。でリクエストをいただいて、そのリクエストに添えられてるコメントをちょっと読んでみたりとか、よくやってたよあんなこと、ね、本当に、今考えたらそうですよ。これだから今の若い人がイメージする DJ とは違うんですよね。そうそう、そう、そういうのをその喋る言葉を入れるスピナーっていうんだけど、スピナー DJ、 でそんなことをこうやってた時代だったんだけども、それでね、その店で秋口じゃないな、中秋の頃にその店が出来上がって、でこう新たな子たちとね、いろんなこうやり取りをして、あだいぶできるようになってきたよねって、その曲を合わせるのもただ何でもいいからテンポだけ合わせればいいわけじゃないわけだからね、分かるでしょ、はい、4拍子の4セットになってるわけだから、そこへ、ね、一番の頭を持ってこなくちゃいけないわけでしょ、4拍子の頭を次に持ってこなくちゃいけないわけでしょ、でそういったつなぎ方であるとかも全部こう教えてやらなくちゃいけないわけだよ。それ DJ をやりたいって言って、ポツポツ活動してた人じゃなくて、もう全くの素人さんに教えてあげるってことなんですか？教えてあげる、もうすぐ希望者がいた場合、もちろん面接して、テストして。あ、そういうことなんですね。そういうこと、そういうこと。そういうこと。今の時代と違うから、DJ のあの機器なんかないもん。あ、そっか、そうですよね。その辺で売ってないから。ああ、そうだよ。全く最初から育てるって。そうだよ、そうだよ。おーおー、そこ分かってなかったです僕。あ、なるほど。そうだから、こうサイドスライドのこんな、ミキサーだって、80年代になってからだからね、できたのは。それまでは本当にこういう、タスカムだとかね、なんかの、もう大変ですよ。あ、そうなんですね。そうだよ、そうだよ。うわー、すごい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 、だそういうんでこう合わせてたわけだろ、こう上げてこう下ろしていくわけだよ。そうだ、今みたいなこんなサイド、こんなのないからね、その当時なんか。あ、僕これしか知らないですよ。そう。だからもうそれをやりつつ、どこまで話したかあれだけども今育ててたって。そう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 、はい、それで
その店ってのは大きな箱で、はい、でフロアが2フロアあってね、うんうん、大人向けの割とこうファンクをかけるフロアと、うん、キャピキャピ系の、まあ、ハイエナジーというかさ、うんうんうん、そういった感じの曲、まあ、まだ当時はそのユーロビート、今のユーロビートじゃないよ、うん、その当時はユーロビート、ワムだとか、あの辺も全部ユーロビートって呼んでたからね。あ、そうなんですね。そう、トトとか、あの辺も、そう、レオスピードワゴンとか、うん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 、だあの辺もユーロビートって呼んでたので、うん、だからああいった系がまだ出る前だったから、はい、だから本当にそのアースウィンド&ファイヤーであるとか、うんうん、まあそれクイーンズ・ジョーンズの息のかかった人たちが割とわーっとこう売れた頃だよ、うん、割とね。うんで、店がいざオープンになる前にそのプレオープンっていうのがある。はい、はい、うんうん、もうとにかくさ、バブルの本当に絶頂期だからね、うん、だからもうすっごい入ったんだよ、うん、人がすごく、まあその大きな繁華街だったからね、そこに、まあ、1軒増えようが2軒増えようがまだ足りない、まだ足りないって感じだったから、あ、箱は。そうなんですね、うん、それぐらいだった。だから一軒新しい店ができたからこっちが暇になっちゃう。ないんだからそんなこと。ない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 。もう今から行くぞっていう。そうそうそう。そうそうそう。それで、それがそのプレオープンがあって、実際にこう、オープンになった時に、うん、やっぱりそこから日にちがこう、過ぎていくと、だんだんその常連客ができてくるでしょ、うんうんうん。で、その常連客の中にある一人の男性がいたの。はい、うん、その人ね、俺未だに俺を覚えてるけどね。うん、すんごいちょっとハイセンスな踊りをする人で、うんうんうん、決してその派手な動きはしないんだけども、メリハリのあるね、うん、うわー大人だな、この人かっこいいなと思う感じのお客さんだったんだよ。背がすっと高くて、でその人が毎日のように来てくれて、飲み方もね、本当にその浴びるように飲むわけでもない、うん、我々のそのスタッフの中でも、ああ来た来た来たって、うんうん、彼からその必ず上がってくるリクエストっていうのもあるし、だからそれもすごくそのハイセンスの曲だったしって、みんな記憶にだんだんこう入ってきた。影響力あったんですね、うん、ところがそれからしばらくした頃に、うん、その彼が突然そのピタッと来なくなったさ、うん、毎日来てた。ああ毎日来てたの、うん、どうしたんだろうって、はい、だからするとその他のお店なんかとの DJ ともやっぱりいろんなそのやり取りがあるから、うんうん、その N さんっていうね、ちょっと変わった名字の人なんだけど、 N さんっていう人だったんだけど、はい、うん、N さんそっちの店行ってるって聞いても、うん、いよいよ来てないです来てないです、最近なんか見ないってみんな言ってますね、やっぱりそうなんだ、うん、そうなんだ、うちの店にも来ないんだよねって言ってたの、うん、なんかあったんだろうかね。ところがこの当時っていうのはさ、今みたいに携帯だメールがある時代じゃないでしょ、はい、だからそこでそのお店で常連客常連客とは言っても、うん、もうそのお店ので会うしかないわけで、うんうんうん、お客さん同士も、はい、ね、だから N さんどうしてんだろう、どうしてんだろうね、元気なのかねで終わっちゃうわけ、うんうん、話が確かめようがないですもんね。そう、うん、それからねしばらくした頃にもうだいぶその季節がその冬寄りになってて、うん、で俺がその開店前にレコード屋さんにね向かってたんだよ、まあ、その日ねしんしんとその雪、ボタン雪がもう朝からばっと降ってさ、すんごい寒い日だったんだけども、はい、やっぱり北国特有でさ、この東京に雪が降るのと違って雪が降ったって傘さすばかりいないからね。あ、そう、こうすれば落ちちゃう雪だから、うんうんうん、知ってるんですよね。そう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 。でそのレコード屋さんに向かおうと思って、俺がその歩道をさ、おーっとこう首すぼめて歩いてたんだよ、うんうんうん、その俺が進んでいく歩道のこの前からさ、一人スーッと歩いてくる人がいるわけ。スラッと長身の男性、うん、背の高い人だ、あれと思ったわけ、はい、あれあれ N さんじゃねって、俺こう、うん、雪がやっぱりこう目にもさこう、うんうん、ねかかるので、はい、だからこう目をこうすぼめながらさ、こう見てたんだよ。そしたらスーッと歩いてきて、うん、あ、やっぱりそうだと思って、こっちから声をかけようかなと思ってる時に、向こうから、お、どうも久しぶりって声かけてきたわけ。でスーッとすれ違って、あ、どうも久しぶりですって言ったんだけども、うん、それに答えることなくスーッて言っちゃったわけよ。うん、まあ、そんなにそのすごくその社交的で自分から何でも話しかけてっていう感じの人ではなかったから、本当の、うんうん、割と寡黙な感じの人だった普段からね。うん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 、
だけども俺はその時に間違いなくそれ N さんだと思ったもう一つのポイントがあるんだ、はい、うん、それはね、はい、その彼がつけてるねオデコロンなんだね。ああ、うん、なるほどなるほど。その逸蔵屋のその DJ の話の時にも言ったんだけども、当時っていうのはね、そのサーフブランドが一気にこう表にガーッと一般的になってきた頃で、一番そのなんつうかな、今未だにそれ残ってるメーカーって多分クイックシルバーであったりとかタウン&カントリーだとかいろんなのあるじゃない、はい、だけど当時はもっとあったんだよいろんなのが。でその中でいいよなこれ別にな、ライトニングボルトっていうね、はあはあはあ、こう稲妻のこういうマークのライトニングボルトっていうサーフボードのまたウェアだとかなんかのショップがあって、はいはい、ここがオリジナルで出してるムスクのオデコロンがあったの。うん、これがねもうとにかく当時はムスクだったからね、ジョーバンだとかさウビガンだとかさ、いろんなそのロイヤルコペンハーゲンだとかいろんなとこからムスクはあったんだけども、うん、でもそのライトニングボルトがオリジナルで出してるムスクのコロンってのはすっごいいい香りだったの。あ、そうなんですね、うん、でこの N さんがそれをつけてて、はい、俺初めてその存在を知ったんだよ。お、うん、でいや N さんすっごいい香りですね、これ何つけてますって俺が聞いたら、うん、いややっぱりそう思ったっていうから、うん、いやこれ俺変えたことないですけどこれ何ですかねって言ったら、うん、これね知ってるでしょボルト、うん、そこから出してるオリジナルなんだけども、うん、実はこれはその湘南のね湘南にあるボルトのお店に行かないと手に入んねんだよ、うん、って言ってた。貴重なんですね、うん、で俺この間行ってさ買ってきたんだって言ってたわけ。ああそうなんだ、いいなってその香りがふっとしたわけ、うんうん、だから間違いないと思って、うん、匂いは残りますからね。そう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 、うん、で俺その日、まあ、レコード屋に行ってさ、でちょこちょこってレコードを自分で買い込んで領収切ってもらって、うん、で店行って、で普通にこう営業が始まるじゃない、はい、で何回か目のその交代の時に、あそういえば今日昼間あったしね、 N さんこのあたり来るかなと思ってるだけど来てないよなと思いながら店内こう見てたわけ、うんうん、だからその常連の子たちが座るこの一角ってのはどうしてもできるんだよ、ね、今のそのクラブみたいにそのビップルームとはそれはないんだよ、そんな、はい、うん、ないんだけど一つのこう一角があってさ、そこにまたいつもの子たちがわーっと集まってるなと思ったわけ、うん、で俺の交代で次の DJ が入ってきたんで入れ替わって俺は外に出て、うん、フロア歩いてる時に、あ一緒に飲もうよって一緒に乾杯しようってその常連たちに声をかけられたんで、うんうん、で俺は酒飲んじゃうわけにいかないから、うん、じゃあコーラでねって言ってカチーンと乾杯してぐっと口つけた時にふっとその夕方、うん、ねすれ違ってエルさんのこと思い出したわけよ、うんうんうん、でちょっとそういえばさちょっと聞いてよって、今日ね実はほらずっとみんなほら来ないね来ないねってもうずいぶん前から言ってたじゃないエルさんって言ったら、うん、えっていうわけ、うん、今日ね夕方俺会ったんだよこう言ったら、はい、みんなの動きがビタッと止まったのよ、うん、で俺何言って何どうしたのその顔してって言ったら、うん、いやーダメですダメですダメです、そういう人が悪いですよ、そういうのにシャレになんないから許した方がいいですよこういうわけ、おう何がよって、いやいやあったんだってその雪の中でもってすれ違った間違いないって、うん、って言ったら、うん、その中のその N さんと仲良かった女の子がいたんだよな、あれな、どっかサーフショップに勤めてる子だって確か、うん、その子がねって泣き出したんだよな、おうおうおう、でちょっと待って待って待って、ちょっと待とうよ何この感じって言ったら、はい、いや実はその N さん来なくなったちょっと後から亡くなってたんですよって、うん、教えられたわけよ、俺全然知らなかったのね、その子たちも割とその最近になって仕入れた情報らしいんだけども、うんうん、急性のなんかその病気で亡くなったんだと、ああ病気でそうそうそう、だこの話を聞いて、うん、ねこの体験をしてね、うん、これ俺そこが地元じゃないから、はい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 、そこでのその仕事が終わると地元へ帰ってくるわけでしょ、うん、はい、すると、うん、あの時にそのすれ違ったのがN さんだったっていう感覚で俺はずっといるわけじゃない、うんうん、たまたまその日の晩にねその常連の子たちに俺は今日 N さんと会ったんだよってすれ違ったんだよって話をした、うん、それによってその常連の子たちからいや実は N さん亡くなってたんだよっていう情報がもたらされることによって、うん、
階段になっちゃったんだよ。そうですね。そう。うんうんうん、そうなんだよ。そういうことですよね。うんまあ、これがねその怪談というか、まあ、その不思議な話になっちゃったっていうことなんだ、うんうん、だからそれをもしあの時に俺が言わなかったら、うん、未だに俺の頭のその記憶にあるのはあの雪の中で歩道ですれ違った N さんは生きてる久しぶりに会った N さんなんだよ、うん、そうですよね。その霊っていう言葉と結びつかずに来てるわけですよね、うん、そうそういうことなんだ、うん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 、だからそこが、うん、その後から思えばっていう、うん、思わずそのただのね久しぶりが怪談になってしまう瞬間なんだね。そうですね、うん、いやそうなんですよ。だから自分がどう思うかっていうか、うん、あの人生きてて あの時会ったけどもう何年も会ってないなって来てれば、うんうん、怪談でも何でもないんですよね。そうなの、うん、人に話すことも別にないし。そうなんだよ。昔こういう人がいて一回会ったけど元気かなーで、あーそうなんすねーで終わっちゃいますもんね。そう、うん、そういうことなんですね。そうなんですよ。だからそれがどこにね何が転がってるか分かんないよっていうのはやっぱりそういうことも一つなんだけどね、うんうん、そうですよね、うん、だからそれに関して言えばだって前に話したあの、うん、ゴミ屋敷の話もそうでしょ、うんうんうん、そうですよ、うん、そうですよ、うん、あれもまさに、うんうんあれだって本当にじゃあ実際に片付けようかってならなければ、うん、ねあのゴミ屋敷のおじさんがね、うんうん、じゃああんたの言葉に甘えてっていう気持ちをやつにその田島にね、うん、伝えなければ、うん、おたでいやいいないいないいなもう帰れ帰れって言われてしまったら、うん、ただの頑固親父ゴミ屋敷の頑固親父っていう記憶しか田島の中にはないわけだから、うん、そうですよそうですよ、うんうん